IWJ 愛知3チャンネルをご覧の皆様、2013年8月2日金曜日20時09分です。名古屋市あちさくの金山駅南口を出てすぐで行われる金山駅南口で行われます第13回名古屋ちゃぶ台ミーティング、帰ってきたちゃぶ台の模様をお届けいたします。今日も金山駅南口には十数人の方が集まってちゃぶ台を囲んでいます。今日もといいますか、スイカが振る舞われています。ワイルドな切り方をしてしまってます。かなりワイルドな切り方になっているようですが、なかなか美味しそうです。金山駅南口です。第13回名古屋ちゃぶ台ミーティング金山駅南口、帰ってきたちゃぶ台と題して、今日も金曜の夜金山駅南口でちゃぶ台ミーティング行われます。5月から始まりました名古屋ちゃぶ台ミーティング、名古屋ストリートミーティングですが、第13回を迎えます。今日もテーブルとご座、テーブル1つにご座が2つで、その周りに人が集まってちゃぶ台行われております。始まった時には名古屋 TPP ストリートミーティングとして始まりましたが、徐々に、選挙ちゃぶ台であったりとか、形を変えつつ、まあ、それではもちろん TPP の話題も出ますが、いろんなことを話し合うちゃぶ台という形で毎週のように多くの人が集まっています。金山駅南口、いつもストリートミュージシャンの皆さんがたくさん活動をしています。こちらでは女性のギターじゃないな、キーボードですね。なかなかキーボードは初めて見るような気がしますね。この肩から下げるタイプのキーボードです。
こちらでも女性のキーボードの方が演奏の準備をし、その奥ではその奥もキーボードかな、そしてこちらはいつもギターをやられている方ですね。まあ、このような中、ちゃぶ台こんなような感じで行われております。マイクをテーブルの方に置きたいと思います。じゃあマイクを置かせていただきますがいいですか。正社員になってからだと日本の場合一点正社員から始めると戻りにくいのでリスキーなんですよ。それでぶっつけ本番で葬儀やってトラブルメイク、バイトの時にこそやり倒して勉強してから就職した方がいいんじゃないかなと思っているんですけど、全部最初から少しでも今もいや日本の日本なんで、はい、そうです。実社会がいかに世知がないかはユニオンに来ると勉強になると思うんですよ。僕はあの地域の資源に関する人は人的資源管理論と言います。そこで労使関係が出るんですよ。労使関係なんか労働組合見れるので、そうすると労働組合だから今から個人で加盟できるコミュニティニオンがあるんだってその教えるんですよ。困ったらあのコミュニティニオンがあって名古屋で名古屋フリーフリーとかユニオン見えるがあったり紹介して、どうしてもあったらここに入ってって、それで紹介してるんですよ。それ全然知らないと全然違うもんね。なんか困ったなと思って自分の職場に組み合わなかった。多分なんかユニオンってその聞いたことあるんだったら、今ネットでユニオンって出てくるんですか。ちょっとね、あの他の職場もつなぎさんで、ちょっと遅れるかもしれない。ありがとうございます。ちょっとそういうのにね、触れる機会をね、学生の人も持った方がすみませんが、まだメールなんちゃメールでも送らせていただきます。はい、あのメールメールアドレスそちらの方に書いてますので、すみませんがお願いします。ありがとうございます。じゃあすごいいい繋がり。
がりを出して今さんしっかりしてるいや素晴らしいあの戦力になると思う戦力になるかどうかわからない I'm not so famous I'm not まあただいろんな運動が連携してやるのは大事でございますジャパニーズインテリジェンスまあ、学生のうちにね、やるだけやってっていうのは本人にとってもプラスのはずなんですよ。でも本当にそう思います。だから今恐ろしいのに 大学ではそのロード問題を教える講座はなくなってるんで。昔はあったんですか。昔。本当ですか。まあ、疲れが癒えてきまして最近ちょっと復活して。そう。なんかぜひ欲しいと思います今ね、物情報なんて法学部で教えないんです最初は物情報で興味があるんですなんかそうですよみんなもう分かるんですよ何が何でも分かるんですよだから首切らんだって自分が悪いんだと思って自己責任に俺だと蔓延してるんだよそうですね今度自分が悪いんだと思って本当ですかなんとなんかあれですね、学生文化でまあできたら面白いですけどねえ、できればねできればねスウェーデンのロード組合で学生からロード組合入りますから本当ですか、はい、あ、それいいですねいや別にうちの組合も学生だって入ろうと思ったら入るんですよ入りますよね、だから制限あるわけじゃないそうそう、だからアルバイトだって資金労働者ですよね使わればいいんですよなるほど少しずつその紹介してもらったのであまりにも労働問題も触れる機会がないのに学生たちなんかにあの授業の感想なんか書いてもらうとやっぱりその経営学の幅広く専門的なことをしてるんですけど労働の問題を起こしてやっぱり雇用管理とか、ね、これは解雇するという条件がないと解雇できないんだとかそういう話なんかしちゃうんですけど意外そうとはやっぱりみんな学生だと興味持ちくるやっぱそうですか特に男性だと女性だと思ったら、まあ、2月の出社がいるそういうのがあってあの男性ってどこか大学生とか親いつか大丈夫だみたいなとこあるんですよありますね女性はやっぱり人造化でね俺はちょっと分かんない男性で分かんない感覚があるけど今日は僕自体はこの問題ママは原発に入りませんっていいところでこんな風に感じる反原発を訴えるためにコラボレーション展を撮るんですコラボレーションの写真と働き始めになったのやらなきゃいけないそして仕事と家庭の写真とアートそうですね労働時間が長い日本の労働時間の問題よく知ってますよそれはそうですあの妊娠したら解雇とかありますからねマシンですあこれは別にある、まあ、育休が普通に取れるはずなんですよ、ね、そうですねこういうこと、まあ、なかなか意識の中で、まあ、教えればかなりところまでこういうこととあとあとあそういう講座をやったら面白いかもしれない3人のお母さんたちサバイバル講座コラボレーションそこは真面目に労働法とか言っても来ないんであの現代社会サバイバル講座あのクビにならないためにはどうするのか子供ができたらどういう権利があるのかどんだけ育休取れるとかそういうのはちょっと一つ多い本来のキャリア教育ってそれだと思ってますよ。そう思います。生きる力を教えなきゃいけない。本当です。どこに今みんな就職対策になってる。はい。でいかにいいとこ入るかなんですけど、でも入った後その会社が止まると情報ないわけですよね。そうあれぶっつけ本番じゃないですか。はい、みんなよくそれで大丈夫なんですか。あの新聞社の取材が。はい京都なんかもしかしたらちょっと忘れちゃうんですけど、あの初めての授業では当然まあそういうのなかなかできない。毎日最近もね労働問題みたいな、そのできないんで、キャリア教育の一環の中でも、一番初めてともいえる講師はですね、あの京都のまだ京都総評残ってるんですよね。ほう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 。京都総評の人たちが、特にあのオルムに入った人この本を売ってます。あの先人した講師なので、あそれ面白いです。あ授業やってるんです。これは僕の私物なんで。これ面白いな。これはいいです。だからもう生の話です。書店に行かれれば1800なので中小零細でそういう会の参加して組織してるわけですから練習葬儀やってるわけなんで
それもうそんなその辺の労働法の教員の話とか生々しいし、その通りです。だから1000円1900円くらい本当は義務教育でね、労働者の権利っていうのはやらなければいけないわけです。今すぐなんちか日本の企業というのはやっぱりその何も知らない人を、ね、騙して使うみたいなところがあってですね、良くないですよね。サイトとかね、ママゲのサイトでは、ママゲのサイトでは売ってないんで、じゃあこのノロコさんのサイトを100人で逆に言うと、変装とか、まあ、IC なんかの話聞くと、まあ、IC 組合って組合の話聞くと、組合は個人の場合やらない、予備を持ってればいい。そうだから、うちこさんなんかでも写真楽しみにしてるんだな。何かって個人の問題やらないんですよ。じゃあ何の問題やるんですか。で、伝送でも作りになるとそうなんですけど、本当に国に行ったら個人の問題やらない。配信で食料になった人も個人の問題やらない。結構個人戦わせたらダメなんですよ。それが今の世の中の大企業の意味は絶対なんですよ。だから自分の問題ってないんですよ。そうですね。だから組合があったからですけど、守ってくれるかというと、そうですね、職場の労働組合は必ずしもね、守るわけではないので、まあ、ただ、名古屋ですら、そのね、そういう若者向けのサバイバル講座ができているわけではないので、やれば、それなりに需要はあるような気がするんですけどね。教えなきゃいけないのはプラス経験ですからね。教えてこなかったんだから学校教育でやらなきゃもうどっかじゃないでしょう。あのね、サイトがミニ四塾はそういう講座やらないんですかね。サバイバル講座、そういうのまたこれあったら来ると思うんですよ。サバイバル塾ちょっと出てきたよ。これはアンケートで違う観点から聞いてみたら生き残りかけてて、まあ現実社会にはその職場でのことが一番の問題なので、はい、生き残りをかけて資本で戦おうと資本っていうとまたちょっと思想的な問題が出てくるので、ちょっと匂い出ちゃう。そう悪い会社ぐらいにしようと。ヌノさん遅い遅い遅い。お疲れさんです。フォーリングマップ、そういうのやりたいですね。ちょっとこれまたもっとテーマ考えるわけましたね。でもとりあえずフィールドワークが決まってますよね。その後決まってないんですか。とりあえず裏に書いてある、ね、年内まで。あの赤旗通りを巡るとかそういうちょっとマニアックな、あの港の方になんかそういう労働組合が強かった工場地帯かなんかがあってですね、そこをフィールドワーク歩いて回ろうという話で、やっぱりその歩いて回るというのは自分は必要だなと思って、名古屋も意外とマニアックな指摘があってですね、例えば名古屋城の外堀にはあの日清日露で亡くなったあの軍用犬と軍用馬、あ軍用馬と軍用の鳩と軍用の犬の慰霊碑がある。あ、そうなんですか。結構立派な家です、ね、ホームレスの人が寝てたりするんですけど、今木の中に埋もれちゃってあんまり見えないんですけど、そういうのがあったりする。あとはなんかその近くの公園にはなんか旧憲兵隊の司令部跡の石碑があったりするんですよ。あ、そうなんですか。意外と歩いてるとこれみんなホームレスの人の夜回りでついでに見つけたんですよ。なんだこれは。まあその電車公園でもウォーキングよくやってるんですよ、あの意外と面白い指摘があって、こういうのを歩いて巡ると面白いですよ。いや歩かないかんですよ。歩かないかんです。歩かないかんです。歩いて街を見るんですよ。そうです。歩くと面白いわけですか。そうです、そうです。だからその大門商店街の旧松菱百貨店は自分は歩いて見つけて、まあ、あのたまたま夏になるとあの2ピースって雑誌が届くんですよね。あの無料で配ってる。それでなんか巣で空襲があった時の写真が載ってて、それがすごい高いところだったんです。今ある観音が全部灰になってて、こんな高い建物あったかなと思って周辺を回ってたら、たまたまその今パチンコ屋になってる上のところがあって、上りが上の立体駐車場からこうやって覗いたらどうも手すりが一緒だって見つけて、それも歩かないとわからないんですけど、わからないです。ですからそういうのすごい大事なんですけど、やっぱり市民のも歩くことはあまりしないです。販売サイトの方に行けば行くわけしないです。ちょっとこれはぜひ歩いてくれて、歩いて回るっていうのもこれでもいいかもしれない。意外と重要なんですよ。はるかも昔ですけど、
会で学生の時港でアルバイトやってたのが、車を出す、あの頃は当時港で、あのユニオン学校で労働組合の旗見えますか、本当ですか、で港に港の全港湾かなんかですかね、港湾労働者たち、すごいですね、はい、あ、ここに組合事務所あるんだから、待った、なんかってここに相談するといいなって、すごいですよ、全港湾じゃないですか、戦う労働組合です、次はね、第二次世界大戦以前 の、 あの日本の労働運動の跡地を見る腕章ですか、それはすごいですね、昔はあの労働者の条件悪くて、コメント歩かないとそういうのも発見できません、コメント労働者が状況の中でこう、コメントの中でフィルドアップって意外とあるんだと思う、ミキサー車の中に落ちて時間がでも本当悪いとね、まあ、バレない、あの通販の大名の墓を発見しました、そうなんですか、ね、意外と近くない、国道沿いになんか変な建物あるだと思って入ったら、こんなでかい墓が何十基とあって、歴代の、やっぱり通販っていうのはすごい強力な判断だったんで、ものすごくでかいんですよ、でかいらしいんですよね、で、あそのエリアは一帯は全部昔寺だった、戦争で燃えたんですよ、で昔は次回の第1回の何かの会議がその寺の敷地内で行われたらしくて、っていうのを発見して、あれも歩かないと今パチンコ屋の裏になってるんですよ、あの後ろにじゃないですか、聞いたらしいんですけど、活動家でも誰でも、まあ、学びの場として、で、あれ今、みんな切り盛りしてて道があってるんだ、そうなんですこう、海には繋がってて、船でこう、そうまで来た、そうなかなかハイテクというか、なんか考えてある城で、なかなか面白いんですよ、それ今、切り張りしてみた、そう今のお城はなんかね、石垣だけのどうにもないものになってますけど、ちょっともったいないなと思いました。そうですね、ね、あれがあんな風にして一応切り盛りするから、あのピョンチェンスライスの金額がなくなっちゃうんです、そうです、これ空っぽさありがとうございます。なんか差し入れだけはいっぱい来て。なんか今ちょっと質問なんですけど、このセッションをやっていくためにどういう風な財源を使ってらっしゃるんですか。財源は特にないです。なんでなんかこのカンパパコだけです。カンパパコ。ファイナンスリストです。オンリーリストで全部ドネーション。カンパ持ち込み。カンパ持ち込み。ドネーションなんです。ただ食べ物とかみんな持ってくるので、なんとかなったりします。So you can enjoy the food again because of this food being made by the company. What? 何してる？遅い。どうしたの？はい。これね、これ砂糖一切使ってない。だから甘くない。甘くない。なんか健康食品。水が欲しいよな。うまいですけど。でも健康食品です。これね、いろんな穀物を使って作ってるんですよ。ありがとうございます。そうです。ちゃぶ台の多分江戸橋の駅前でやろうと思ったらできる気がするんですよ。最初は綺麗な感じになるかもしれないですけどね。ただ意外と大丈夫なんやつか、あそこも仲間でもなさそうだから仲間でもだんだんダメなんで目覚めたっていうか、でもすってああいう風にミュージックシャンみたいな、たくさんの人が、あ、そうなんですか、なんか見たことがない自体を嫌な歌ってる人、あ、たぶんそれはあるかもしれないですけど、あそこにわかる、なんかいないんですよ、いないんですよ、いるとまだ様になるぞ、なかなかいなくて、その中で、これは三重でもやってるでしょ、三重県でもやったんですよ、もう本当に、いや、先週です、三重も今まで、こういう原発で
生活していくやっぱりこういうところで自分たちは大変なことをしてしまったで考えてる人たちが近い今現状残っている駅前がちょうどいい感じでロータリーがあるでこんな感じどんどん多分規模が小さくてこういうところで警察が出てくるとか言わない基本的に言わないですその中でやっぱり規模多分行動じゃないんですよなんかよくわかんない地域の土地で私有地でもないんですよ駅の私有地はそこから向こうですからでなんかこうやってミュージシャンとかいてこうやってできるようにわざとやってるところなんでこれからのことやっても何も言わない心配がなきゃいいんですよいやだから自分が考えてるのは今その親のパワーで路上労働相談だねああ職場のお悩みお聞きしますからガーンと赤い旗になって座ってるそうですで、あなたの職場の悩み解決できるかも母親たちが何とか感じの赤い服の人が座ってるやっぱりとりあえず座りなさい行ってあげないとここでもできるじゃないやるとこはできるどこ出したらいいのかでなんかパネルを出して出したけど団結するぞみたいなパネルを出してこうやってやってる一人でそうすると意外と人が引っ掛かるみたいな占いと一緒に占いと一緒に職場のお悩み解決しますそう一緒に戦いますうちの段階的にはママゲパお母さんがいろんな答えやら何やら自由になるお母さん方だけじゃ自分が本当にやりたいのはあのやっぱりおじいちゃんおばあちゃんもおられますし必殺仕事人がいるバーをもちろん海外普段はバーなんですけど労働相談を持ち込んだら解決してくれるバー実は組合の事務所そういうバー普段バーなんですよで職場の愚痴とか聞いていやそれはちょっとそれ権利上こうでマスターが解決してくれるそれだけでも駆け込みバー赤いバーなんとかルージュっていや面白いと思うんですけど本当に少数では無理なことでも、はい、っていうのやりたいですいろんなところから集まればやっぱり力になるで店長が委員長にはいマスターが委員長にそうです戦うバーです来年は昼間ちょっと葬儀に行って夜はバーにそういうのがあったら面白いと思いますよ逆な役立ちだそうですそういう風に行った帰りはそのバーで飲むいいと思うんですけどねあ、もう行かれますかありがとうございます住んでられるのはどちらですか僕は黒川ですあ、黒川ですかだから大学までちょっとありますよね黒川からさパッと近づいて朝はね、大体15分くらい着く三駅までだから大体90分だから電車の中ではひたすら本日の組織を読み続けて江戸橋までちゃんとそうです近いうちにまたぜひ、また僕遊びに来てください顔出しますぜひ、はい、やっと昨日で全部終わったんであ、本当ですかこれからあの少し自由にかなり自由な時間が取れるんですけどお飯いただいてましたっけあ、邪魔します自分の飯ですかあ、もういただきました僕があの部屋に置いてあっていつも電話できるようにしてありますとりあえず9月15日はもし日曜日お茶でしたら、あの遊びに来れるので学生たちも来たらいろんなただ飯が食えると思うのでぜひ行ってきますぜひぜひでなんかそういう文化をネタにして交流会をできたら面白いと思うのでいろんな国の人が行ける元コックさんもいっぱいいるんですがそうですだから結構うまいものが並ぶのでぜひそういう文化交流サークルのふりをして実はなんかオールがないさみたいなまた、最後ちょっと話なんですけど、あの東海地区のコミュニティの下の段階で、皆さんにご協力をお願いしようかなって言ったんですが、近森さんから、近森さんが予算がどうなってたその話ですか、そうそう、調査費がね、少ないんですけど、とりあえず、まあ、8万ぐらいの調査費がついてる、それだけでも多分皆さんに、8万ぐらい、印象してもらうお金も全部使われないんですか、それはすごくよくわかる。
そこの学生とかも巻き込んでいろんな運動ができたら、あの今回ユニオン学校でもボリコードフィーというのを申請したんですね。あの万博の上級版からまで、あの三重の団体も愛知県のやつと連携するとできるので、ただうちの職場にも2つくらい理解し合える、ですから将来的にはそういうことで30万ぐらいでも結局はそれを、ま、ちょっと理解できないように周りがしてしまう、また連絡させてもらって、情報操作をしてしまう、だから喧嘩になる。まあ、そうですか。ホットハンドに成功しました。これでございます。第4の金土、8月の金土とやることになった。だからね、で、できれば革命バーができたから。革命バーね、あのちゃんとヘルメットネットオークションも買いました。赤でも、赤でも黒でも黄色でも。Z だけはやめておきましょうみたいな。Z だけはやめましょう。あの白はやめましょう。はい。いろんなヘルメットが今日ね、カウンターに並べてます。そうで、あの七夕宣言で、ちょっとやりたい。原発。脱原発ですね。それとあと脱被爆。あ、クレマさん来た。クレマさん、これを七夕三月こう笹につけて、全国から集めて、で首相官邸前でその皆さんの思いを。クレマさんに話まだ言ってないんですか？に向かって、あれじゃないですか、13日だよ、これ。ちょっと撮影してみて。逆にマスコミはかなり注目しました。だからそういった意味では、価値ある行動の一つだったとは思います。で、今回行っている活動っていうのは、今度はその七夕で集まった短冊、それを今度は直に届けようということを今、プロジェクトで来るやつもあるけどさ、なかなかね、橋が好きなやつもあるけど、今日は、まあ、なんかどっか集まって、demonstrating from the sky. The second session, they are talking about the
本当にいろんなロビーングとかそういったものをしていかないと。すごいいろんな意味で
今安倍首相的には本当に原発を推進してっていう形を取ったり、うん、それがやっぱり選挙が終わってからはさらにひどくなって で結局自民党内で福島の福島県連という自民党の県連があるんですが、そこだけは福島県の原発を全て廃炉にすると言ってるが、結局中央と全く意見が違うのにそれをすり合わせることができるのかって言ったら、できないのにできると要するに嘘吹くような議員がやっぱり数多くいる、うんうん、自民党と自由民主英語わかんないですね。どうと言います、まあまあ潰れない程度にはしてるっていうのは、で毎週日曜日が、ね、自分がいるようにしていますので、はい、でこれから市民運動のお客も増やしていきたいねって話をしていて、もし行ってくれれば、はい、火曜日ぐらいに行ったんですよ。火曜日は休みの日でございます。結局ずっと毎週言うと、ぜひですね、今ムービーナイトっていうのを月に1回やってるんです。で関前環境の映画を流しながら、普通に見せるのやりましょうみたいなことなんですけど、それのユニオン版とか市民運動版があってもいいと思います。ですから、その自体が、まあ、なんか市民運動に関連する映画かなんか流しながら、第何何曜日には集まって、初日そういう企画ができたら面白いかなと。安倍首相が福島行った時もなんか映画やってました。ああ、演説ムービーナイト来られました。その時はもうそうなんだ。多分映画やってたら食い休みしないとって、セクマイ関係の映画を流しながら上映会ってやると権利関係あるので、ただ流れてるだけなんですけど、やる企画ですね。であれ別に、まあ、それはムービーナイトはセクマイのやつですけど、結局市民運動に枠広げてもいいかなと思って。なんか女性ユニオンの内藤さんも来てるらしい。内藤さんは一緒にやってる人です。なんかそういう企画ないですか？映画は見る会はいいな。ぜひやりましょう。映画会となるとまた大変ですからね。すごいんですよ、2つ目。あのエリアはですね、VR の映画見るっていうか、液晶のちょっと液晶があって、ちょっと見たい映画があったら、みんなで戦艦ポチョムキンとか一人でよう見ない映画大事じゃないですか。中国怖いかっていう、あー、それは見てみたいですね。知ってる方、いいですね。中国で人生ですね。あれだからレンタルで買ってきて、結構怖いっていう、金さえ取らなきゃいいでしょ。植え付けられて、金と取らなきゃ本当にいいのかって厳密にはわからないですけど、ただ店で流れてるぐらいはいいでしょ。普通に営業してて、あるだと思う。ちょっとね、月に一遍ぐらいそういうのができたらいいですね。労働関係の映画を見る会みたいな。いいですね、やりましょう。確かムービーナイトが第2水曜とかってるんで、また同じように第何水曜とかに指定してもらえれば、むしろ別に店的にはマイナスはないし、別に利用料なんかなくていいので、別に一杯ずつ飲んでくれたらそれで十分ですから、ゼロベクだからね、いいじゃないですか。やられるか、なんかその近森さんの脱原発の会議とかも、まあ、あるわけですけど、ちょっと万年の感じがして、だから
もそういうのが脱原発コンだからユニコンだから、それはやっぱり恐怖感違いがそういうのがあります。そういった周りに知ってる人がそういうことになってビール出てきてみたいな、自分自身もその違うことしたいなと僕はすごく思ってる。今回これプロレタリア文学だからこれどう位置づけやろうかな、ちょっと正直困っちゃったな。そうですね、ややミスマッチ感ちょっと宣伝も考えた。現状では戦前はこんなプラット企業がなんかいっぱいあったから結局は宣伝したらあんな話なんだ。これはもう少し本当に宣伝できるじゃないですか。それは結局は半原発をやってみたら、はいはいはい、ありがとうございます。チャイがなんか飲まれますか、人間をやってますか、晒してるっていう、はいはい、見せ物まあまあ座ってください。でツイッターで来られましたか、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、いろいろ渡します。自分こういうのをやってるんですけど、これがある時には金曜日にはこっちに移動しますので、ちょっとね、普通にお店とか出るんでよかったです。これ犬肉がやってるんですか、犬肉のスタッフだったふうくんがやってます。犬肉が直接やってるんです。ふうくんと自分で事務局を作ってます。犬肉行ったことありますか。あ、何回か。あ、本当ですか。犬肉ってさ、北区ですよね、プロカーって北区で、なんか最近の山頂に変わって山頂に変わって、そうです、犬肉って名前で、なんか、この間東別院の朝市もあって、なんかすごい雰囲気良かった。もちろん日本の政府もなんか、京都の手作りみたいなので、なんかそういうの名古屋にやればいいなと思ったら東別院で、あっ、あくまで特殊な人で、その人ですよ。あれ、ここにユニックのスタッフが何人か関わってます。ユニックがやってるわけではない。あんなんちゃぶ台のテスト。いや、これ何回かね、見てて、あ、本当ですか、なんか、したかったんですよ。なかなかこう、入りづらいんですよ。あ、まあまあ、そうか。入りづらいか、ちょっとおかしな雰囲気。お酒の力をかけて。一遍入ったらもう大丈夫ですか。いっぱい入った常連ですけど、今日はスイカがあるのによかった。おやつもせんべいとか入れてある。初めての方で固まって民主主義だとか叫んでる時には今日はなんかパレスだからそれがパレスのうちのデモの代わりを失礼します。これは何ですか。例えば、まあ、今回ですね、あ、これが結局使ったパネルを群衆の中で掲げるっていうのをしたり、続けてやってるといろんな人が遊びに来るのでなかなか面白いですよ。スピーキングし、あー、まあ、ちょっと苦手隣に契約してきて、ただ傍聴席に座るだけでもう排除の対象になってしまう危険な人たちがいるので、スタートは TPP だったんですけど、最近はあんまり枠がなくなってきて、あ、そうなんですか。本当は TPP のことなんですね。あんまり TPP のことばっかりだと、まあ、開きますわね、ちょっと開きますわね。そうなんかな。まあ、だから TPP も一応重要な課題なんで、チラシはあるんですけど、最近は何でもある。何もしてなくても、転び交互して、TPP は大変なんですよ。やんなきゃいけないこといっぱいあるんでね。チラシが今度の6日に映画会がある広島の映画ですか。何回かあれですよ、デモに参加したもん。本当ですか、ね、これ脱原発ですかね。いや、多分両方あ、もうちょこっと TPP って変なダンボールで作ったロボットみたいなのが歩いてるんですかね。それで帰るって言っちゃうんで、だからこれアバンドエコーさんもやってるなんか、多分その辺はみんなスタッフが数えてるんですよ。スタバの貧乏とか TPP とか両一とか微妙に同じ人が今福岡の方で一人女性の方もそういった形で不当逮捕されて、今しかしまあね、こうやって座って話をする機会は皆さん日常的にはほとんどないようなんかね、知らない人と会う場所もないよ。昔だったら普通に居酒屋行って話しちゃうと話してないよ。今全然ないですよね、居酒屋行っても。そうないです。あれは何なんですかね。
居酒屋がだからみんなチェーン展開してしまってる、うん、あ、そうそう、だから個人店なくなってました、パンパン潰れてるから、そうですね、そう、ないんです、だから雰囲気変わっちゃって、あの若い兄ちゃんが、はいはい、いらっしゃいとかいう感じの店ばっかなんで、そうそうそう、しかも最近は中国人労働者の方が非常に多くて、居酒屋多いですね、安いチェーン店は、日本人じゃない人が、やっぱり、はい、あの最近は多いです、発行するんだから、その、本当、昔からの居酒屋だとか、おじちゃん、おばちゃんで、常連さん大変。そういう店がバンバン詰めてるって、店の人と知り合いになれない、そうそうそう、なれない、なれない、違う人がいつも言う、そう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 、で店の人と話しながら、こうやって常連さん話して、回って話すんだけど、なくなっちゃって、なくなりましたね、なりましたよね、だからこう、行き場がないんですよ、ね、行き場がないから、ここはどうなのかなと思って、まあ、ここは行き場にしていただいて。全然結構なんかね、もうなんか昔みたいにこう場所がないですよね、関わる場所がない、交流する場がないです、そう、ないんですよ、交流場所がない、ね、話してるのかな、どうしたらいいのかな、そうですね、大阪の方もまた多分だから何の気なしに始めたんですけど、意外と面白いって人も多くてですね、やめられなくなってしまった、あーでもあのインターネットでその素人のランとか見てて、こんなんいいよなーって、東京に行かなきゃダメなのかなとか思ってたんですよ、あーなるほど、思ってたんだよ、で、まあ名古屋でやってる人がいるなと思って、どんな感じかなと思って、あれパレスナのあの生誕協会の生誕協会の前に大きな広場があって、今度やりよったんですよ、これなんか規模がでかくて、こんなグループがいっぱいあって、夜中までよくテント張って、生誕協会の前生誕協会で、それはなんか、なんかテーマがあって、だからもうテーマ決まった若者がもう今の社会をおかしいし、戦場もおかしいし、戦場に賛成する、今のパレスナ暫定戦争おかしいし、一応おかしいし、ところがそこは政府が警察が追い出してしまった、追い出しちゃった、駐車場下までなんですよ、おう、おう、すごいなんか昔の石畳の家とか、生誕協会とかイエスを前だと、そうですね、市民の方はどうなったんですか、反対、そういう抵抗するのはなかった、そういった意味では強制排除というよりもいない間に、いない間に勝手に帰られる車両にしてしまう、場所取っちゃった、警察関係が出てますね、ホームレスの人の追い出し作戦と同じですね、公園がどんどん狭くなってくる、名古屋のホームレスってどうなっちゃったの、どこ行ったんですか、あと最近は生活保護が取りやすくなったので、それで路上から人がいなくなったっていうのは一つあります、それでもちょっといますけど、ただ昔ホームレスやってた人は別に死んじゃったんじゃなくて、今は生活保護を取れた人が多い、いつも監視対象で炊き出しに行くと、やっぱりそれなりの人が並んでるのは生活保護取れたけど、炊き出しに行くと友達と会えるじゃないですか、だからヘマっていうか、あそうです、別に生活も取れてくるから食い物的にはなんとかなるはずですけど、だから捕まえようと思って、昔からの知り合いと会えるからという理由で来ます、付き合いがないから、そうです、今でも200人ぐらい毎週並んでるの、あの人たちと喧嘩したりすると、多分渡りとかそれでやってます、今でもやってますよ、月木はあの高速道路、あのゲートボール場って高速道路の下のゲートボール場で、膝の大通りの一番南端のちょっとあっちってたゲートボール、あそこに月目でやってた、キリスト教の団体が代わり番号で、結構うまいですよ、あのまだやってますで、大体今200人前多分ね、ただ昔みたいに全員ホームレスやってもう半分ぐらいはとかに絡んだりとかね、屋根のある今アパートですね、ほとんどがそうだと思うんですよ、でっち上げて連れて行かれてっていうね、政治犯人が背負われたり、昔何だったの、シェルターってありましたよね、あの白川のと高速道路の下あったんですか、あの仮設プレハブであったんですけども、そこはなくなっちゃったんですよ、あの万博やるときに公園からホームレス追い出すために、そう、万博やるときに一気に行ったホームレスが引き上がったんですよ、それまでね、そういっぱいいたから、いっぱい多分いっぱいいたから名古屋っていいとこだなと思って、俺白川公園なんか街になった、そういいとこだなと思って、あーいいねーとか思って羨ましかった、それ追い出した、そうそう、いなくなっちゃって、で街中にプレハブだってそこに住まして、確かあれも半年ぐらいなくなったのかな、全員追い出されて、でも2008年の派遣切りの時に派遣切りで若者とかすっごい出たんで、200人ぐらいとか年明けに来て、で役所パンクして、役所に泊まり込んで、自分泊まり込みましたけど、生活保護出せばおらーとか言って、もう申し込んで泊まり込んで、で国会質問まで発展して、それ以降名古屋ではすごい取りやすくしました、法律だと一応ね、仕事探してもない人でホームレスになっちゃった人は取れる余地のある、あでも
これもそのルッツがすごいひどかった時に、多分2000、あ、そう、2002年ぐらいかな、すんごい全然取らせてくれなくて、うん、あ、2002年はまだそうです。さらにルッツがひどくなっちゃって、どうにもならなくなってなんかもう、ザルダになっちゃった。そういえば、取り付かれたんだ。役所の人がうにゃうにゃって追いかけた。そうそう、もう、うにゃうにゃうにゃ。ここで待っててくださいとか、4、5時間待たせたんですよ、一人で。ありえないですよね。で、こっち、打つひどいのにさ。諦めるの待ってて。そうそうそう、ウィンドウ。カフィエ？ありがとうございます。これ、ウィンドウ。夏サマー。今、ちょっと暑いから、ちょっと食べてほしい。これ、ありがとうございます。あ、もう帰られますか？はい、そうです。実はね、今日ついたばっかりなので、疲れたので、いつまで終わりますか？16日。あと2日ぐらい。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、また。Thank you. You see you. Bye. ありがとうございます。パレスチナで、なんかパレスチナの学者の人なんですよ。なんかやっぱしいろんな抵抗とか、たまたまこっちに来て、で名古屋の活動家と話してみたいな、そういうことで、遊びに。あの方か。はい、なんか前とかね、うん、あの日本全国回ってる。多分いろんなとこ行くんだと思う。ああ、でそういう人たち。そうですそうですそうです。いろんな話を講演があったり。ありがとうございます。はい。でもまあ確かに2002年は生活保護取れなかったと思います。取れなかったです。でも俺が一番打つひどかった時だから、ひどいなんか、ね、あれであの時生活保護取らせて休んでくれたらすごいね。その後全然違ったと思うんだよ。あの自分そう思うんですよ。生活保護取りたくなったら取らして休んでってやったら、ね、結果としてね、早く社会復帰が俺あれで人間がひどくなっちゃって、いろいろ帰ってくるその打ち合わせがあって、で 今もなかなかこうまとめ働けなくなっちゃったの。あれだから今度うぬまいひどいですよね。ひどいなと思って。もう違います、全部電車で。電車で、えらいな。もう電車、僕と一緒で電車主義で電車主義で、うぬすいもんもらったよ。うぬまい行って、ほんで帰ってきてここですよ。パレスチナ人にカフィをもらった。だけど本人は、ね、電車なんで。これでテロリスト。いやいや寝てる。でも確かに生活保護の窓口って昔はあの法律上は口頭でも申請したいって言ったら2週間以内に審査して OK 出さなきゃいけないんです。でも口頭でもいいはずです。でも用紙を隠しといて。あ、そうそう、出さないんですよ。で相談ですかって。そう。いや申請です。相談です。相談ですか。しか言わない。でお話は聞きました。そうおかしい、おかしい、未だにそうですよ。未だに相談ですかって言われる。そうです。いや、申請で、申請に来ました、申請ですって言ったら相談ですかってしか聞かない。未だにそう、申請も一人で行くとそうです。あの支援ボランティアと一緒に行くと、ね、あ、そうです。あの中村には、中村市ってホームレスの人ですか。多いですよね。あそこにはもう毎日支援ボランティアがいる。あ、ボランティアがいるんですか。あのボランティアで見張ってるんです。全然変わったから役人でも何でもない人が入ってて、どこでも活躍してこうやって見てて、ボランティアで下げてて、ホームレスの人が新鮮に来ると聞いてて、まだそれ法律違反じゃないかとかいじめる。よく、変な話ほぼ 100% です。毎日は交代で言いますから、分からないです。ナビだけで行ける。それも泊まり込み騒動でガンガンやった後にどんどん行政支援できんということで、毎日最近なんかこうやってね、一時期なんか中村区役開放区状態で、だから毎日何百人と人が来るんですよ。でその人たちに炊き出すためにおにぎり作ってる。歩きでもナビ歌い出す人とかいる。ああ、そうか、歩くのね。いや、関係ない人がいっぱいいるみたいな。次の通りを左に。やっぱり笹島のあれでは笹島の運動隊には押しかけた。やっぱり地図通り、要するに方向によって変わるの。やっぱり法律でね、権利が保障されてても現場の役人が認めなかったら全然通らないので、あれひどいですよね。へりくつなんですよね。申請に来てるって言ったのに、いや、お話を聞きました。相談です。そうそう、相談ですかって電気がないみたいな。言わないですよ。そういう波がある。あれはひどいです。ひどいですよね。でいじめられて追い返されちゃって。そう。でホームレスやってる人もまああんなとこ行きたくないわとか言って。あ、そう。俺もそう思ってたんですよ。2002年くらいは。でその後いろいろインターネットで調べて、もや2回調べて、いや
や、こう申請書は自分で書いても大丈夫だって話から、なるほどねとか思ってから、もうガンガン行けとか思って、今度行きますよ、森下に。あんなの知らなかったら、みんな聞いちゃいますよ。本当ですか。一番近いの森下か。だから一時期、名前のホームレスの長い人、昔ひどい目にあって、二度と行きたくないっていうのが多かったんですよ。ウィルアイ。で、若い人が結構すんなり取れたって話をして、みんなも取れるよってしつこく行って回ったら、やっと取れる。だからちょっとハードルありました。ホームレスに長かった人からやっぱり前ひどい目見た人役所で本当に何時間とかいじめられてる。何時間そうそうそう今時間一人でなんか相談室に行ってくれとか言われたらもうおかしいですよね。おかしいですよね。これはもう頭おかしいわって思っちゃうんですよ。ひどいんですよ。ひどいんですよ。写真はこれもうなんか対応がね、絵もやるんですよ。おかしいやつが回してるんですよ。絵も飾ってる。わざとわざとね。楽しみやね。今はもう中村ではそういうことない。今、絵の方の、そうです。毎日人が見張ってるし、何かあったら弁護士とかが電話があったりして、押しかけておかしいだろうとかって、さんざんごねたりして。それはもうあって、他の区、中村に申請者が多くなって、他の区から応援に来る職員が、そういう知らずにそういうことやるんですよ。何百人と来るから、忙しいから応援来るじゃないですか。中村署の人は怖いから、もうそうしない。ボランティアにいじめられると。でも知らん応援の人はね。で、散々怒られて、で今はなんか全区でそういう運動をやるようになってるんで、そうです。ただまあ一人で行くとやっぱり今でもね、まあ騙してもいかないですけど、もうそういう話聞いたらちょっと中身も変わらずに変える。ボランティアが言って、おかしいじゃないお前、半年で喋ってこないとか。俺なんか、いや、こうやって聞いたんだけどとか言って、いや、さっき聞いたからこうだよね。取材だったんで、このヒートから出てきたんで。じゃなかったら通ってくんなかった。鏡原だそうなんですよ。そこはあれはひどい話でした。何も飲んだりしてない。ただ今その生活保護もなんかで減額とか減額だったんでしょ。そう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 、なりました。今月からです。でなんかみんなで不服申し立てをしようとか。あ、なりませんね。でもね、なんで消費税上げてんのに。そうなんですよ。わけはわかんないよね。なんか来年また 8% になるのかな。わけわかんないよね。ひどい話です。ひどいよね。日本って本当福祉がなってないね。ひどい国ですね。ひどい国です。知ってるところで、本当に。でなんか生活保護取るのは良くないみたいな変な価値観があって。あれはだって、普通のさ、権利でしょ。そうですよ。だからそれは悪いことみたいになってた。そうそうそう、悪いことみたいに思わされてるからさ。ひどいですよ。だから生活保護取ってたら、ダメなやつだみたいになるからさ、調べたくなっちゃうって言ってるから赤そうなんですよね。今胸張って取りゃいいんですよ。権利保障されてるんですよ。なかなかの喫茶店の。ただやっぱり運動でちゃんと押し返していかないと、やっぱり役人はね、そんな知らずに、多分あれですよね、断った数で成績が決まったりするかもしれないですけど、なんかやるんですよね。ひどい話です。あ、ちょっと森下。今はまあだいぶ中村良くなりましたけど、今でも森山とかはひどい職員です。改札降りたら、はい、よう聞きます。森山ちょっと微妙な。右手側に置いて、やっぱ森山とは生活もそんなに多くなさそうなんだよ。そうあっちがなんか田舎だから。人口少ないし、そうね。そうね。歩いてもらったら、それ西区とか中村はそういう話は。中華料理店の。さて、大通りには行かなくて。大通りに行く。大通り左側。まあただホームレスの人が目立つ生活保護を取ってもですね、なんか知らんうちにお家で一人死んだとかあるとで、変な話だけどホームレス生活してる方が人と話したり通りを、あ、それは思いますだってこれ大曽根にホームレスって歩いたら人の信号なんかね、楽しそうだなとか一時期思ってた。中華料理店とか山小屋とかキャンプ場とかで結構仕事してたから、そのなんだろう、結構開放的にこうしないでバーってやってる。街中でキャンプしてるみたいな感じでやってるのもあれはあれだと。この中に氷ありますか。いや私あの視覚過敏だから、あんまり冷たくない。だからこうやって普通に路上で飲んだりとか騒いだり、ここはあかんのでしょ本当は。いやここは大丈夫。ここは大丈夫。多分大丈夫。その場所はダメなんでしょ。できないですね。でしょ。だからそんなおかしいかな。そうですよね。あのホームレスの人だったらやってますけど、公園とか期待と違うのでびっくりしますね。
いっぱい住んでるところってあるじゃん、そういうとこだったのかな、ね、ただそういう場所自体行政がどんどん公園潰したりしてなくなっちゃって、なかなかなくなりました。昔はそのオケラ公園つって名古屋駅 の, その柳橋市場の辺に、あれがオケラ公園、あの西柳公園ですけど、通称オケラ、オケラな、お金の前オケラがいっぱいいる、昔あの集合住宅になってましたよね、お家がいっぱい建ってて、ホームレスの人がお家を建てるエリアを行政がどんどん潰して、みんな駐車場になって公園じゃなくなってますよ、なんか三方が駐輪場になってて、公園の面積がなんか半分ぐらいしかない、なんか駐車場増えたな、どんどん潰すの、あれ追い出したの、あそこは人住んでましたからね、あ、そうそう、住んでました、あ、いましたなと思って、名古屋は常にいたんですけど、今いない、追い出されちゃった、廊下があって、庭もあって、ですか、白川も集合住宅になったんですよ、万博の時に全部追い出して、そうそう、万博の名古屋変わりましたみたいな、そう、あ、それだし、なんかいいなと思って、楽しそうだなと思って、そこをホームレスの人がね、住めるぐらいの状態にしておかないと、ホームレスもこういう楽しそうにしてるんだから、いい場所だなというのがあったんですよ、で、ホームレスがいなくなるとやっぱり住みづらい場所だなっていうのは、そうですね、厳しくなりますね、いろいろ、昔の大食いじゃないけど、大食いじゃないけど、大きな大食い食べる、博物館の話です、今はホームレスの話でしたけど、今はね、TPP とか、本当は TPP のことで始まったんだけど、話題は何でもいいよ、あのよかったら政治とかですか、政治についても話するよ、でも明治時代でなんか飲む、なんか飲む、最近興味があるやってますよ、まあ毎週金曜日、今日は帰んなきゃいけないから、あ、本当毎週金曜日やってるよ、100円だったわけだよ、これ、あのね、第4金曜日だけ会場がこっちのお祭り会場でやってる、毎週金曜日やってるから、よかったら寄ってまた、そう、政治の話が多いよね、別にそれ以外も話していい、この人なんて前の選挙で候補者だったもん、候補者だったもん、落ちたから候補者じゃないんだよ、また寄って金曜日、また来週も多分やってる、結構10時過ぎまでやっとるよ、いつも遅くまで、うん、またね、いや、長く続けるとね、だんだんね、声かけてくる人が増えるんですよ、最初ちょっと遠巻きに見てる人も何かが見かけてると思って寄ってきたりする、しかし政治について興味ある、ああやって若い人の声かける、意外と若い人のがね見てるんですよ、高校生がよく通るんですけど、高校生の方が興味ありますね、TPP とか、本当に、選挙権ないんですよ、でそれを、あ、要するに勉強会しながら、あ、今の、秘密兵器が届いた、生活における、これ、あれじゃん、今度のデモで使おうというリアカーだろ、ね、そういったものについても、そこの中からバイクの後ろにくくりつけて。そうやって聞いたけど、さすがに無理だ、どうもどうもどうも、今日は歌わないですか、多分ね、音量だけの問題ですよ、大きくなければ大丈夫、多分ちょっと振り向いてください、今こういうものがちょっと、まあまあまあ、化石中、まあ、ただ、2回中、本日が来たら2回中行けよ、うん、まあだからね、これは一体、はい、今ちょっと聞きましたけれども、知多半島に住む友人がですね、あのこの TPP ミーティングの主催者の一人の女性から頼まれて持ってきたそうなんですけれども、なんとこれをデモで使うということです。で、まあ、おろしては見るんですけど、どうやって運ぶのかなと思うんですよ、で運んで、本当に知多半島の友人は送るまで運んでくださったんですけど、なんと主催者のエサマン氏が原付にくくりつけて持っていくということで、いくらなんでも道交法違反だろうという気がするんですよ。お披露目ということで今お持ちしました。化石重量150キロだそうです。これも全然知らないな、何が起こったか、今フェイスブックで何が起こったか知らないよ、まさにリアカーですね。みんなに後悔してないです、いや
ますよ。これ共産党に革命を起こそうつってやった共産党に革命共産党が革命じゃなくてだから今の共産党は保守的になりすぎてるとどこが革新だとだから冒険じゃもっと全員党らしくならないと冒険原理主義じゃもう超保守勢力じゃないかとなんですか。じゃあそういうね、非常に問題になりそう。共産党の中でいいんですか、クレマスさん。また角丸にダラカンクレマスが変なこと始めたって言われる。それは一番の心配。いいそれはその心配はある。アイロレの皆さんに挨拶変えたりしませんか。そんなこと言っとったら日本は変わらせんのもう民主党なんてのは政権の手柄にならないんだから。もう崩壊させるしかないんだよ。知らないけどね、角丸新聞って、ね、毎週俺にさ、ただで送ってくれるんだよ。いつまでも俺、購読料1円も払ってこないんだけど、10年くらいさ、毎週読んでるんだよ。本当ですか。いつもチェックしてるだけ。送られてきたから読まなくてもいいのに。過激派の新聞にもうマークされてる。俺の悪口書いてあるやつはちょっとチェックしてる。そうダラカンクルマツはこんなことを言ってる。まさか角丸が残ってるってすごい衝撃的なあるね。去年の10月にね。でもやっぱヘルメット、今のヘルメットかぶって角丸のヘルメットかぶって角丸のヘルメットかぶって角丸はないでしょ。あれは角丸は民生のヘルメットかぶりましょう。ゲバを持って民主化帽ですよ、民主化帽。なんかサングラスあってびっくりしましたよ。だって30年前と一緒なんだかっこいい。角丸のデモに大学の集まりみたいなんだよね。でも去年の10月ぐらい多分愛知大学、それも愛知大学の自治会です。あそこはまだ拠点持っていろんな大学が集まって本当ですか。会いたいぐらいじゃないですかね。もうしかもね、元気がなくてね、発揮がなくて。そうなんですよ。角丸の若者って本当にひょろしてるんですよね。もやしみたいなやつなんです。そんなのお前革命できんのかみたいなね。集団だとね、みんな動いてやるぞって。なんか弱々しいんです。元気ないから。あ、まだ角丸って言うんだよ。います。愛知大学。愛大学。まあもう生きた稼ぎみたいな感じです。なんで継続的に若い人がどんどん入るの？あの間は自治会を抑えているので、クラブハウス等の管理とかをする側にいるんですよ。で、部費とかを分配する側なので、だからまあ知らんで若い人入るじゃないですか。だから間のあれじゃ豊橋ですよ。に行くと自治会のクラブハウス等に行くと角丸のポスターとか貼ってあるんですよ。角丸って書いてないですから。あの間自治会の角丸さんが書いたやつ。独特の字で、ケバ字でありますよ。で、なんか自治会室に行くと、なんかサニズカみたいなポストがいっぱい書けるみたいなところに行ったら、うわーみたいな。いや、角丸はサニズカ関係ない。でもそれっぽいのがいっぱいあります。ものすごいやつ。いや、なんか異空間ですよね。 Z だよ、Z。 Z ですよ、国会議長が。もしあれでしたら、この格好はね、世間に嫌われるためにやってるやんな。そうはい。あれみんな聞くよ。必要性がないですね。だからまあだって30年前僕が大学入った頃にもう一般学生から嫌われてたんだもんね。30年前の話だ。30年前はね、角材持ってたよ。まだもうそれ終わっとった。30年前終わっとった。でも一番ひどかったのは35年前から40年前です。そうですね。海外のメディアを使って逆反対だから2000年の魚がね、海外から逆反対ノンポリの学生ばっかりでしたよ。まで今できてるんで、すんなり全部今度9月、まあ8月だけじゃない。西岡さん、8月30日の話しましたね。リサイタルですよ。えらい、すごい準備を結構いいの持ってきました。それで僕らはもう早めに行ってあの辺の場所を取ってますから、西岡さんもなるべく早く来てください。8時になっちゃう、この日だけは。この人歌うたもんですよ。キリン肖像のなんでキリンが首が長いのかとか、そういう歌。8時キリンのコスプレでしょ。もう終わる。できればその日だけはもうちょうど今日見えてるからさ、それを今度30日にちょっと場所早くとかにやろう。原発が世界を目指しますよ。さっきここでやったんですけど、うるさく警察呼ばれてあーみたいな。
別にいいんですけどね。別に警察来たら別に警察だけで全員にうるさいからやめろとか言ってもらって、時間もってすぐ帰って。でみんなミニさん分かってるのは警察人とかで話して、眠ったらまた再開して。そんなもんは警察も言われたら来なきゃいけない。やる気ない。やる気ない。安保もとりあえず履行する前はちゃんと履行して。自衛隊の、まあ、存続 OK ですよっていう。だから議論というかさ、あの緑の党のグループで非公開グループって入ってない？今度はね、緑の党のフェイスブック入ってない？これまた憲法が緑の党それなんか緑の党だから緑の党の何か緑の方と別々で選挙入ってない？両方ともゼロ。ああ、取れなかったですね。これを認めてるやってある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 。勝手連じゃない勝手連もあるけども、まあ、ただ緑の党も現職議員が一人もいなかったのでそういったところで選挙活動もみんな素人ですからねなかなか取れないですね。入ってる人は見れるからあの一人あのいい真面目な議論なんですね。ああ、宮家洋平あれだけ十何万票から十何万票やったんですか。他の人は2万票来なかったのであの人だけはもしかしたらどうかなみたいな感じが。いやでもあれって全体の得票で決まります。一人だけ高くてもね党全体が少ない。僕3人がだって各党はやっぱそれなりのなんか自民党は自民党って各党で何十万人もいるわけですよ。それで底上げされてるから候補者自体は数万票でも良かったりするんですよ。その辺はちょっと長年の積み重ねがある組織票にはなかなか勝てない。こういう社会を目指すと緑日本は1億2000万人いますからね。選挙区が持ってるだけで多分10人ぐらいいる。そうすると数十万票ではちょっと日本の政党には一つない。なかなか難しいところです。公領がさあ今回の選挙は残念でしたね。民主党公領ってさ3ページくらいあるまあでも、共産党がちょっと増えましたね。はい、こちら共産党ちょっとこのここいろんな党派の人いますね。自民党はいないけどないです、ね、良かったです自民党一緒に来てもいいんですけどねそしたらもう自民党、TPP 反対してください。反対するじゃないですか、いじめられるあるにしてますよ、自民党ってヨーロッパの緑の党は日本の農村は自民党のためにあるんでしょうみたいな。日本の緑の党は農村公園は自民党もダメですよ。あれなんでみんな言っちゃったんでしょうね。なんで言うかね。TPP 賛成とか言ってんのに。あの多分 TPP が何かを理解してないわけで。あのここで通行人の話ってもう中身聞いたらえそんなマジって人がいっぱいいるけど知ってる人もまれですから。だから子孫の農村部のおじいちゃんたちは TPP が何か知らない。でずっと自民党 TPP が出てきたけど。日本ではね。知ったら怒る人いっぱいいるんですよ。その辺がなかなか議論になってない。残念だったの。夏の議論リアカーってこれか？タコじゃねえじゃねえか。っていうのがあれちょっとあれだな。誰が作ってるかな。ラットトップがこういう意味だったら知らねえよ。荷物どうやって積むんだ。誰が作ってる？誰が管理してるか。紐でくくるのか。ああ。デモで使えるイヤカーを持ってきてくれました。これ機内産地持ってても機内産地早いじゃん。いや、俺んちだよ。俺んち。さっきこっち。小島くんのあのあれは挫折したんかよ。え、何ですか？小島くんのあのデモ用お立ち台ありましたね。ありましたね。何？もうね、それなかったこと。あれは分解されて TPP ちゃんになりました。え、割となんか諦めよかったね。あんだけ粘った割に設計図まであったのに。いや、小島君の設計図毎回当てになりませんからね。だから TPP ちゃんって毎回設計図だけあるんですよ。設計図通りに作ると壊れるって話ですよ。だけどちゃんとツイズマじゃ合わせてちゃんと動いてるじゃん。小島君のね、パソコンでのあの図面はすごいんだよな。
いやでも原発を設計した人と一緒で現実の物理学を知らないから血管が巻いてないから必ず壊れる。強度はね。強度に問題ある。投稿作成をさ、TPP じゃもう5回ぐらいやってやってるから。あの集会の時に TPP っていうね、かぶり物があって、あれね毎回作れなくて失敗して、でも5回目ぐらいでやっとるやつ。日本の原発や創世記はその物理学を知らない人たちがやって始めたことだ。基本的なことは俺でも変だなって思うの。本当に質問乗れるの。僕らにやばい。あの人が倒れるんじゃないとか、周りにやばいのに行こう。これないと。この上に人が乗って、この格好で初めて折れないのとか、このカップが初めて現地で、まあそうだ、ね、正直今日だからもう触っただけで握手をもうこれは大丈夫。もう見てもらったら設計図見てもらったら心配するともう電気がついたと思うんだけど、設計図もこのジョイントが大事だね。そうですそうです。ジョイントが弱々だったら見事は出ないし。そうだ、一人見てもらえばよかった。俺はいくらでもさ、いや俺は散々言ってんですよ、お前の設計は基本的に間違ってるから俺に見せろって言ったら小島君、いや僕のやりたいようにやるっつって、で何回も何回も失敗したんです。結局 PPP じゃ3体ちゃんと歩いても1回だけですから。緑の層の人に乗ってもらったわけ。3メートルって言ったらそれで入れはいいよ、まだ入れはいいけど道路だと絶対だから真剣がどうなってんだったら緑の層はタイヤはある、この設計タイヤもない。だから結局こういうやつを予定してますけど、3メートル真っ赤くは OK よね。でもね、車軸がない参拝したでしょ。時代のやつをもう共産党はあそこは大変だ。石は気になるわ。え、そうでしょ。だいたい台がやる時代を、時代を4つつけるし、4つそれは危ないんだ。じゃあ時代をね、16個つけるというか、16個ね、向かってたね。そうなんですよ。そう言っても、でも道路には必ずありますね、ありますね。で、あれも当初の計画では18人で引っ張るとか言ったじゃないですか。でも小島君人望がないから引っ張る人いなくて、で結局俺と小島で2人で引っ張って終わりなんですよ。人望はないです。で小島君も PPP じゃが毎回成功しない理由はみんな手伝いに来ると思ったんですよ。でもいや1回目より2回目のは良かったよ。まあそれはそうなんですけど、1回目はね T がなくて PP で終わったよな。そう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 、そうなんです。クレマスさんはそのあのビデオを見てたんでしょ多分。何の？あの真剣の救助クイーンのやつ。真剣救助クイーンのここで中止を食らったやつか。え、ここで中止を食らったやつ。そうじゃなくて救助クイーンのやつは見てなかったビデオ。救助クイーンのやつ、写真の下にちょっとは見たよ。見てる、見てる、全部は見てない。でもまあ真剣のことは全部僕らがやったんだよ。分かってみるよね。分かってるよ、ね。まあまあ音のボリュームだけは気をつけてください。多分それだけだと思います。テンポを全く変えないんじゃなくて、あの全部で自衛隊をまあある程度認めると。認めある程度はじゃなくて世界に広める、救助世界標準だから全ての国民を自衛隊なれば余裕があるってだけはこの会社いや俺はそれを認めたわけじゃない。議論はまあまあだからだから一番認めたのはクレマンさんは核廃絶だもん。核廃絶の決意を全部アンチポバティバーグ核廃絶決意は、核廃絶はまあ当然歌いたいんだけど、今日本の憲法には全くそれが触れられてそう。それはそう、脱原発もそう。で誰か他の人に頼まれるか、核廃絶の核の中に核発電も入ると、ね、脱原発は日本の憲法に入ってないと。これは事実だ。5月だったら日本の学校料理に入ってないかな。ああ、そうやりますそれは、ね、だから核廃絶をとにかく憲法全部に入れるっていう、意外とどういう古いんだね。古いよ。バランスがしたいなと思う。これはね、めったに変わんないもん。だからそれ変えたら革命なんだ、共産党って。多分共産党っていうのは21世紀になる。今後一緒に動けそうな人を集めて、若い手になったから。多分。でも、あと変わってるんだ、私は。あんまり変わってない。だから、戻るべきあれが古かったから、あの、こうやって目の描き方とか、それは大幅改定したんですよ。あれが入ったけど70年代だったな。21世紀って言ったら30年だったけど、もともとって日本の歴史とかアイデンティティで日本の国っていうアイデンティティがあまり見てないんですか。自衛隊の特に天皇これは例のあれですけど、こんなん
でかかったの日本の国はアイスなんだ日本じゃない日本の国はいいわけ俺はあんまり詳しくないけれど、日本の主義の問題は民族主義って言っちゃうと偏見になっちゃうけども、いわゆる母の国だよね、母国だよね。日本の国が好きか嫌いか言ったら好きって言いますよ。そこは好きだけど、その日本の国を好きっていうことのベースは、それは列島なのか国籍なのかって問題があって、国籍がやっぱり国家があって、いや日本は国籍主義なんだよ。国籍って言えばそういう国籍のことは今使わないですよね。あんまり無理やりもかけてお家使うもんね。信者的なもんね。出先でやんないよ。あの日本はここでやっぱやってるんで、ハーフでやったらマッサージ機あるよ。明らかにありがとうございます。お友は作ったと。夏木くんマッサージ機あるよ、充電式だから今動くで。マッサージしたらあった。リアカーの上でちょうどいいわ。ちょうどいいじゃないですか。いいわけで席を入れなきゃ。日本の国籍を取られればダメだ。そうなの。向いてきなさいよ。向いてきなさいよ。日本でやっても認めない。国籍主義なんですよ。彼の主義がかなり汚くなる。まあまあ彼の主義は大丈夫。もともと汚い。でも民族主義ではない。これ遊んだけど。アメリカはその全く逆を言っていて。移民国だ。もともと移民国だから。もともとアメリカ民族。これ。国籍は認めないけど、主権権はやっぱり。日本の場合はね、例えば市営住宅に入ろうと思うと、日本国籍を持つものっていうふうに書いてある。国籍主義だから。国籍主義だ。日本国家だと日本語も喋れる。日本で生まれたんだけど、お父さんが日本人なんだけど国籍を取ってる。もう責任でしょ。なんか入れてきますね、これ。ちょっと江戸時代から、いいですね。なかなかいいじゃないですか。充電式。だからね、おもろいですね。日本で生まれて日本で育ったんだ。日本人だろうと。日本語を喋る。顔も日本だろうと。だから席だけ、国籍だけが日本に入ってないっていうか、日本で認めないっていうか。ややこしいでしょ。それはね、日本の国家法律がこうなってるから、法律なんか入れるから。法律は例えば全く今ないとして、国がないのもダメだよ。国のイメージっていうのはみんなあるかないと僕はあると思う。日本で生まれてね、じいさんもばあさんも日本で生まれて、日本語喋ってて、血統も日本だったら日本人にしてる。それしてるとダメだ、もうじゃん。ボーダーラインのことを言いまして、今ちゃんと真ん中でいいよ。なんとかなってくる。昔からずっと連綿と下駄があるし、そうなの時もあるし、車さんってあると思う。それは日本という、ね、情緒国家じゃない。そういうものが曖昧無垢としてあるんだけど、それを愛することはダメです。俺もそれはいい。そのものとそれを排外主義に結びつけないよ。じゃあ、なんで愛するって言ったらそれ以外は違うっていうの。いや、俺は日本も好きだけれど、日本も好きな人は周りも好きになる。そうやないって。自分の国も好きじゃないやつは外国が好きになるわけよ。逆なんだ。なかなかその辺微妙だな。外国人苦手な人多いよ。苦手だけど嫌いじゃない。いやー、西岡さん、その辺のところで、これ、外国人好きなの。いやいや、そう。外国の国家は好きじゃないよ。だってアメリカ国家なんて好きじゃないけど、アメリカ人は好きなの。外国人支援をね、ずっとしてるわけ。ベトナム人とかサフィリピンとか中国人の支援をずっとやってるわけ。で、何が大変っていうと、東南アジア人に対する偏見はめちゃくちゃ強い。日本人はどういう偏見がある。例えばね、そのままイタリア村の事件とかやって、イタリア村が解散した時にダーッと解雇になったけ、ところがね、それはね、半年で全て解雇。イタリア村って言ってるのに、働いてるのはね、東ヨーロッパの貧乏の人たちがみんな来てるわけ。分からへんって、日本人って。イタリア人なんて分からへんけど、東ヨーロッパでもう仕事がなくて、でイタリア村で働いてるわけ。でもその人たちはほとんど差別なく、みんな首相で行けばいいんですよ。俺が支援している中国人とかベトナム人とかインドネシアはね、とても大変。会社で最初はできなかった。いやいや、もうそもそも会社の中で、そのもう最低賃金以下で300円とか200円とかだけど、お前らはやっぱ出稼ぎに来てるの。
これはひどいよ、差別は。あと研修生も多いですね。研修生事件をずっとやった。それはね、技術の結構とか多いですよね。もう多いですね。ヨーロッパ人が働く環境と違うっていう、もう白人に対してはなんか軽蔑しちゃうんだよ。そうだからクレマさん、僕らはっていうか、もうそれ聞いてほしいんだけども、なんでキリスト教国でもない日本はね、あの西暦も略しちゃってさ、ね、ほら普通キリスト教歴って言わないかんわけよ。例えば今2013年ってさ、大新聞でもさ、それを全部略しちゃってさ、2013年って書いてるでしょ。これ絶対おかしいんだって。それと聞いて、核廃絶っていうことだってね。でも日本起源を使うよりはいいと思う。いやだけ聞いて、僕らははっきり言ってるの、はっきり主張してるの、核廃絶を実現した年ね、人類の英知で、それを人類社会歴元年としましょうと、ね、それまでキリスト教歴もあれば、イスラム教歴もあれば、ね、ユダヤ教歴もあれば、ね、まあ日本は原告だけども、いろんなのがあるんだから、略すのはせめてやめましょうよと。キリスト教的だったら、例えばクリスチャンズイーラだから C と書いて、あの 2013C と、そういうことをやらないと、もう欧米が当たり前、世界標準というね、こういう常識作っちゃうわけよ。で今回はだから核廃絶実現元年を人類社会歴にするんだと。そういうかなり革新的なアイデアであるな。手続き的にめんどくせえなっていう気がして、シート書くだけで、シート書く、だからシート書くだけでいいんだって。クリスチャンズイーラだ。それは換算はそんなに難しくないけどな。日本も今でもね、本当にややこしいね。もう昭和と平成はとても理解できない。昭和まで。三冠。もう昭和と平成の換算的にはもう。ああそう。あれは勘弁してほしいね。なんかちょっと変わるのは。だけどそれはね、今始まったことじゃない。そうなんだ。昭和と平成の換算的に一番早かった。だから今88年と思えばいい。昭和88年と思えばいいよ。21年の投票ほら、首かしげと。じゃあ今昭和88年だと思えばいいよ。そしたら昭和、ね、40年生まれは48歳だ。それをまた西暦の推定ともわけわからないから、もうそれはやめてほしい。全部西暦でもいいんだけど、便宜的に何でもいい。その結局便利だから。だからね、要するにね、言う通りでも別にこれは全く構わない。何か一つ統一してもらえば。いや、必ず西暦の、だから西暦でもいいんだけども、やっぱりそれはキリスト教歴であるってことをし、我々はごまかしちゃダメだってこと言いたいわけ。全然気にしてない。西暦って言って言うのはごまかしなの。あれは完全に、あれはあのイエスという人物のね、もうあの生誕って言ったことを起源にして、あれも違ってるらしいね。もう違ってる、実際には違ってるんだよ。紀元前にもあるよ。 BC4 年らしいんだと思う。もう全然アバウトで分かんないんだけど、だけどもあの BC ってのはビフォークリスチャンで、あの AD ってのはもうラテン語でエンシェント、全然気にしてないから。ちょうどドミニカ、ゼロ年がラテン語なんだな。1年はラテン語で主の支配という意味だから。アラブはどういう年か、だイスラム歴、だってヒジュラ歴だから、そもそもあの退院歴なんだ、あっちは。これでラマダンとか言って、あの 今ちょうどあれ、ね、全然違うんだよ。いや俺をだからキリスト教、そのメンバーと付き合ってるけど、さっぱりわけよ。キリスト教歴が世界標準だなんて見方したらば、いつまで経ったって欧米信仰、もうその欧米が世界標準だという、そういうね、もうそういう結局ね、暗黙にそういうふうに刷り込まれちゃうでしょ、うん、それが怖いんです。それ怖いの。 TPP だってそうだよ、うん、TPP なんて当然。もっと言うならば、あのいずれは必ずあのクレマスさんにもぶつかるけども、俺僕が何な不便を感じてないもん。いや、うん、ね、いやいずれはぶつかるわ。だって僕とか西岡さん、多分ね、あの日本の国のアイデンティティを認めてないと
か逆に言えば国境なんてどうでもいいっていう感じがあるじゃん。共同体だけどもその国境あのそれ要するにキリストそれは結構当たってるかもしれないね。国境なんかない方がいいと思ってでも共産党の人たちがキリスト教歴を当たり前のように西暦だとかねそれを逆しちゃって使ってる何でもいいんだって便利だから便利とかそういう問題じゃなくて例えば中国でも使ってるあのアメリカでも当然イギリスでもねフランスでも中国もこういうみたいに使ってるいやわかんない中国も両方使ってるはずなんだけど中国歴なんですよあっちも中国歴あるの中国はあれで日本と一緒で4があるんですね旧暦旧暦の消化とかあーそうかそれは確かにあるなあほんであの年号は何なのやっぱりそこの今中国共産党歴何年っていうのかどうすんだろう中国は知らん中国 の, あ の, あの年号年号もうないでしょないのか西暦だけなのか元とか新とかないんだろうもうない西暦だけでしょ今中華人民共和国ない中華人民共和国歴もないないない西暦使ってるの歴は歴までは使ってないでしょだから西暦です何年はあるんだでもなあ西暦やってるんだだから僕らは核廃絶を本気でやろうと言ってるわけだから西暦でごまかさない要するに西暦でごまかしとる限り使えちゃうんだわ西暦で、ね、あくまでキリスト教歴って言うと不自由だなと思っとらなかんの訳してるよないやいや不自由だなといずれは人類いずれは人類社会歴元年というのを作ろうとしてるわけだから不自由さがあった方がいいわけそれは分かりますだからねマンハッタン計画でアメリカでね核を作って、ね、そろそろロシアのあのソ連でも作り始めようとした時期があったのその時にアメリカがねもうこんなひどい大変なひどい核兵器ね人類を滅ぼすのに分かっとるじゃん、うん、最初にかそんな誰も広まってないよ、うんうんでもうやめようっていうルールを作ろうとした人がおるんだアメリカにも、うん、あマンハッタン計画を死亡した人ね、うん、それが軍が取り上げちゃったから、うん、結局科学者の仲間があのそれをやろうとしたけどもダメになったんだけどもしそれやってればねアメリカは全部核兵器を公開して絶対今から誰も作れんぞとアメリカも作るのやめるって言ってやろうとしたんだその代わり地域だけはみんなオープンにすると、ね、こういうことを全部オープンにして誰も作っちゃダメだぞっていうことをやろうとして惜しかったね、今から68年前今更言ってほしいだから、ね、だからこの頃の先生が湯川秀樹、友永慎一郎が幕府首脳会議をやって大学1年の授業はさ物理の授業、僕ねメダル物理であれトヨタさんって最初からトヨタ都市行きの物理の授業を受け取ったああさ、その教養部の物理の先生孫を主会議の準備を受けてた、うん、大学授業最初からさその比較半角でずっと大学授業をであの人沢田昌司さんでしたね沢先生はあの学部の方ね学部の方だ小山さんって何年前ですか56年前そうじゃないで37年もうややこしい話だ今昭和37年31年ねあ僕と三つ違いだから、入った年からいきなりさ、教養の授業で、この幕府首脳会議のいきなり幕府首脳会議というか結構、明大の物理ってあれなんだよね、進んでるんだよねそういうところはもうそういう時代もう最初からラッセル・アインシュタイン宣言のそうそうところから、まあ、一学期からラッセル・アインシュタイン宣言読んでたもんねだからもうアインシュタインが後悔したわけだからねあれを作ったことをでも、ね、その時はまだ、ね、原発そのものについては原発に関してはその頃は何にまだ広がってなかった鉄腕アトムの時代だったもんだって俺はね高校が浜岡原発を進むまだ生まれなので高校の文化祭であの核のゴミの処理はねあのコンクリート詰めにして日本海溝にしてるって言ってたその俺はそんな意識はなかったよ海の深いところに沈めるって言ったそれは、ま、日本海溝にあの置いててマントの中に入るから大丈夫だって言ったいやそれは本当にやったんだよ今とんでもない海洋投棄のほらもう国際法で会うとようあんな説明しとったなと思うくらいでもあれいずれは上上がってくるんだなあれはね途中でだってさ1万年も2万年もその前にコンクリートが来られるかもしれないそうだねだって大王者が海など泳いで食べちゃうかもしれないほんと未だどうしようもねえんだからさこの何十年40年ぐらい何やってきたの日本人類
大学入ってからも。だからもう、こんな問題あるのかって分かった。反原発運動はもうやっぱりあの3マイルの頃からあったんだもん。あの本格的なのが。もういい加減分からない。その後3マイルがあって30年前でしょ。だから3マイルまではほとんどない。85年にあのあれじゃない。チェルノブイリでしょ。チェルノブイリ86年。今も俺もう就職してからだもん。これなんか大変だよ、正規の職員だから。イタリアスパゲッティは販売禁止とかよ、まあ、ややこしかったね。ノルウェーのあれしかも海に流したからノルウェーのあのシャモは食えなくてさ、参ったでこれ。チェルノブイリのあれでノルウェーも関係したんですか。海に流れた分があるから。あ、そうか。とにかく、ほなら今の福島より待機中のやつも、とにかくあの時だって東京で2万人のデモやったんだよ。あの時お母ちゃん検査しとったよ、その職員検査を。今もやってほしい。今はもっとすごい機械入れたよ。あの当時は共産党ってあんまりデモやってなかったっけど、反原発の。やっとったのはだからその高木さんたちの、あの反原発の総でやってた。でもやってなかった、それも人生化しちゃってね。いずれで なくなるだろうって日本政府うまいね、やっぱりね。徹底的に潰された。これはね、今ね、あの食べ物の内部被曝ってあるでしょ。あれを今やってるのは明大の澤田先生が長崎と広島のダブルイヤメの下の健康調査をやっていて、論文発表 しようとしてるわけ。発表を認められない。認められるか。認められない、はい、掲載しない。それまだ最近の話。そうだよ、去年初めて、1回だけ載った。要するに論文ってね、専門誌に載らなければ論文と認められない。専門誌に出てももう徹底的に弾圧されることもあるんでしょ。それだから、まず澤田先生がまだ1回で、あと広島の、なんだっけ、放射能影響研究所でしょ、はい、広島のやつが去年だったかな、今年アメリカで一審をした。それ朝日が書いてで、朝日にさ、その後どうなりましたかあったらさ、返事が来ない。で今度3番目が、今度宮尾先生が、明大宮尾先生医学誌に載せる。これは3本目。あれは彼らの世界でいうと論文の発表は許されないんだ。まだそれは機密みたいな。内部被曝については一切日本では論文で認められない。ヨーロッパであるんだよ。ヨーロッパであるんだけど、日本人の論文は基本的に認めない。だってヨーロッパの論文、日本人だって読めるわけ。経済誌に載せないと、内部被曝というのは確かでない。だから日本ではそういう扱いになる。日本ではそう。だから今未だに日本では低線量被曝、内部被曝については科学的に明らかでないっていうのはあのよく言うでしょう。これヨーロッパの方の科学雑誌には載せられる。そういうのはないけど、ヨーロッパの科学雑誌は日本で翻訳して発表すればいい。だからアメリカでこの辺してたのな。俺朝日新聞ですぐ朝日に問い合わせした。俺その後どうなりましたかって。全然返事来ねえ。朝日から返事来ない。来ない。すごいことです。これはしてた。あの澤先生の話は何回も掲載拒否した。そのようなことはありえない。それは福島の件があったから余計内部被曝。だってデータは全部向こうが持ってるわけじゃないですか。アメリカが全部持ってるわけ。あれなんて言ったっけ、 ABCC か。そうそうそう、 ABCC のデータ全部持ってるわけ。だけどそれ一切やらないから、独自にやったしか一人しか持ってないわけ、こっちのデータもね。 ABCC のデータは何年前、3年くらい前にデータが公表されて、それは放映権がこの前出したデータでもって、でも大した影響はないっていうやつが出てる。僕らは見れない。その論文は出てる。それはつい 2,3 年前。いや違う違う、 3.11 以降です。まだそれ、あれがそれは日本で発表されてる。あ、日本で発表されてる。アメリカでは公開されてる。アメリカの、専門誌に出たという記事を朝日新聞で読んだ。出たというだけで中身は分かんない。そうそう、それも分かんないです。どういう中身なのか。1回だけ出てる。誰もそれを取り
上げようとしてね。俺もさ、ちょっと話が変わるけど、ちょっとだいたいね、8月30日の日は、あの西岡さんがインタビューみたいな形で、インタビュアーみたいな形で、あのその前に一遍取材する。やって、だからちょっと聞いておきたいんだけど、あのもともと民生から、あの生活、あのどういう経路で共産党入ったんですか？俺ね、静岡 その浜岡原発のそばにいる農家の息子なの。あで、親父がすごく一生懸命やってる農家で、うん、で卒業した時に、まあ、親のためになりたいと思って、で、生協に入った。うちの生協は本当に全国にも先進的な産直のやってる。じゃあ大学時代そういう学生運動とかそういうのには関わってた？学生運動はもちろんやって、政教、大学政教にいた。大学の政教にいた。明大政教です。明大政教。大学時代から。明大政教にいて、卒業してそのまま政教に就職して。あ、そういう経歴ですか。まあ、政教はほとんど共産党のある。そうだ、共産党系なんだな。そうですね、今は全然その今は全くその影ももうほとんどその影もなくて TPP にも反対できるかっていうくらい怪しげな団体になったけどさ、つながりが曖昧な、今はもう曖昧なんだ。じゃあ今俺政協職員だよ、未だに。あ、給食中だもん。給食中だもん。ローソ専従だから給食。俺の後輩が今全部やってる。大学時代じゃ民生とかの組織には入ってなかったんですか？民生もやってたよ。民生でもやってたんですか？共産党もバリバリだから。バリバリで。うわ、もうじゃあちっちゃい時から、はい、あの親御さんも赤かったって共産党員で、お父さん自民党員。あ、そうなんだ。いや、じゃあの伊藤さんとは違うな。伊藤さんとは岸の農家。伊藤さんの自民党員になってるわけじゃない。だけどあの自民党の講演会から何かさ、力のあるのか、みんな自民党だって。そうだ、集落まとめ役だ、ね、そうですね。どうか、みんな次の候補者誰にするかってさ、ブラック会で決めるんだぞ。その前昔からもうずっと連綿と続いて、その試合体制みたいなのがね。保守の保守の以外から来てるんじゃないの、あれ。保守なんて使えるあれ。それでじゃあ、広島なんか結構民生とかやってたじゃないですか、あの夏休み。それなんか大学入ってるからね。あの広島なんか行進するとかなんとか言って。平和行進ね。平和行進、うん、あれもうその頃からやってたんですか？あるよね、その世界大会があるんですよ、広島の時ね。政治家よ、署名集めたよ。署名持ってさ、だって金集めなかったろ。一人送ろうと思ったら派遣通回って署名100円ずつ集めなかったじゃん。一人広島に送るのに合わせ、だからその俺ずっとずっと言ったことなかった。だからね、西岡さんね、我々との接点はその辺からなんだ。核廃絶全部に入れなきゃダメでしょって言ったら、責務だって言ったら、署名も集めたし、一軒ずつ回って自由が丘集まってさ、だからさ、集めて自分は行ったことないんだよ、ずっと今まで。あの共産党は行ったことないわけだ、憲法全部に。一番強いのはそのやっぱ核廃絶の思いが強かったから。いや、それはそうだね。政協に入ったのは農業を守ろうと。どうして農家っていうのはいつまでたってもこんなに働いても貧しいんだよ。今もっと貧しいんだよ。今もう通り越しちゃったから、もうそれで政協にしようとする人がどんどん減ってきた。俺農家の長男だから本当は帰らなかったんだけど、帰ることが親孝行なのか、都会でその産直を作ると。そっちを取ったっけ。親父に親は、だからね、農協みたいなもんだったよ。大学卒、明大卒業して、どこに就職したんだっていうね。政協、今も政協って説明できるけど、30何年前は政協って説明できるわけ。だから
農協みたいなもんって言ったら共同購入やってるし、だから西尾さん、やっぱり我々との接点、全文新研との接点はその核廃絶への運動を大学時代からやっとると、そういう署名集め、そこのところがやっぱり、だから僕らが聞いた時にね、憲法全文に核廃絶決意に入れなきゃいかんでしょって言った時、すぐ出た年だからすぐね、死んじゃったけど、で昔は核廃絶っていう中に原発入ってなかったんだけども、核発電だから、あれは核社会の事務局じゃん、技術的には一緒なんだから、福川秀樹、アインシュタイン、ラッセルアインシュタイン宣言を作って、その事務局長をやってたのが明大の豊田敏行。でもあの時の核っていうのは原発入ってないんだ。そう原発だから核発電ってニュークリアパワーっていう意味の核発電なんだけども、技術的には核兵器と一緒の言葉で核発電と呼ばなきゃいけないんだけども、核発電と呼ばずに原発って呼んだのは切り離すため、これね、うん、だからね、核兵器と原発ってこう2つにこうパッと分かるでしょ、うん、でも間にね、うん、その核実験にしたさ、原研がそうだけど、素粒子研究なんてのはみんなそれに近いわけよ。あ、だってそもそもシンクロトロンなんかもうみんなそうだよ。プルトニウムを作るためにね、マンハッタン計画で一番最初はプルトニウムを作るために原発を作ったんですよ。僕は核兵器を作るために原発を作った、宇宙から来てるやつのカウントしてたんだけど、とにかくインタビュアーとしてその作品になるやつ取らなあかんで、せっかくクレマスさんをソリューシーをそんなプレッシャーいらん。いやだからどういう意味だろうが、イメージでさ、イメージしとかなきゃ、今8月30日はどういうというよりも、真剣に結びつけなかった、いわゆる真剣は理解してくれた、ところが理解はあれだけども、真剣全部が賛成、もろ手を挙げてではないわけ、ね、だから、もろ手、その部分をちょっと詰めておきましょう、だから、まず核廃絶のを全部に入れると、決意をね、で核にはもう原発もあの核発電だからね、だから俺ね、核兵器も両方含むと。俺はね、例えばね、うん、俺の今の立場で言うと、うん、次の共産党の綱領改定に、共産党としてよ、これはやっぱり核兵器廃絶と合わせてね、原発問題を入れる必要がある、うん、当然入れる必要がある、ね、この時代、大体20年、30年の単位で共産党の綱領を変えていくとしたら、これはね、もう人類の歴史、いや多分ね、前回の改定が21世紀になった時だから、だって議論めちゃくちゃ時間かかるもん、核廃絶は入ってる、原発は核廃絶の核の中に原発が含まれてないから、そう逆に言ってね、そう我々が政権を取った時に原発を正式に核発電と言い直す、だから共産党がね、綱領に入れるということ、それぐらいのことやんなきゃいかん、30万人の共産党員がそれをね、了承するっていうことになるわけ、共産党と綱領って決めるのはめちゃくちゃ大変なんだ、それは強いですね、縛りだって共産党員は共産党綱領を認めてって書いてる、だから我々が嫌な人は要するにやめちゃうわけよ、その場で、そこだから我々はだから政権取った時は原子力発電を核発電とね、正式名称変えて、で原発廃絶法も核発電廃絶法に変えちゃうわけよ、正式に。そうすればもう核廃絶といえば原発も入るわけよ。それはもちろん今もうすでに脱原発方針は持ってるけど、憲法にそれを入れる必要があるのかどうかは、これはね、もうちょっとね、法律学者の議論がいると思う。じゃあ憲法の核廃絶はいいけど、原発は別に入れなくても、彼曰く核は原発も一緒やいってるわけ、技術的に一緒だから、要するに我々が政権を取った時に憲法に核廃絶を入れるってのがあると、そう憲法に核廃絶を入れる、なんて言うか核兵器も原発も核だ、もうそれで要するに我々が政権を取った時に原子力発電というのを全部法律の文書をね、正式に核発電に変えちゃう、だからニュークリアパワーだから核発電なんだ、憲法改正についてはやっぱり慎重なのは、それをだから正式名称だから、こういう考え方ですよ、核発電という正式名称に変えるわけ、原発を運動論だと思うね、あ、ね、どうして共産党がその要するに現在は多分共産党たちは、一文字も変えないという立場で、憲法、今はね、だからさ、全文だって、だから多分一文字も変えないという立場というのは、共産党が言ってるのは、共産党がどうこうではなくて、
今の国民の世論は、全体としてはね、憲法そのものをそのままでいこうというのが国民的な世論だと。いや、そういう考え方しかないんだ。国民的な世論じゃん。とはそれは違うと思う。国民的な世論というのは違うと思う。それはまあ今あの大体毎日新聞の最新の調査でいけばね、大体ね、家権も含めて、家権も含めてね、要するに公明の言う家権も含めて、改定しようと、そのままっていうのはもう4割満たないですよ、6割が変えるという、変え方の中に、要するに国軍にせよっていうのは3割満たない、うん、3割満たない。だけどもそれに、まあ、いわゆる9条の1項2項そのままにして3項目に加減して自衛隊を規定すると、日米安保の存在とそれから自衛隊の存在ね、それについて憲法違反だから憲法を変えるか自衛隊をやめるか、うん、そこのところははっきりさせないかんちゅう、そこそうでないと、いや俺の考えは日米安保はやめて日米友好条約会、それは今 の共産党の考え方だよね。ちょっとそこのとこまだ煮詰まっとらんから、今ここで議論しよう、今ここでちょっと逃げないでちょっと議論しよう、はい、それ僕はこの間言ったようにプロセス工程表っていうのが必要なのよ、日米安保破棄するには。なんでかと言ったら、この間悩橋でも言ったけども、そこのところちゃんと伝わってないなら今ここでやらなきゃいかんのだけども、そうじゃないと今度の30日また揉めるからね、うん、はっきり言わせてもらうけども、核廃絶決意を憲法全部に各国に関してはええと言った、それはねこの間の話だね、全文でね、うん、で核廃絶決意をするということは諸国民、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を維持することを決意したという全文の一番最初の方 の決意があるよね。これも変えなきゃいけないって話になる。なぜかといえば、この間も説明したようにね、諸国民、いやいやいや、だからそう、いや、ここのところはちゃんと理解してもらわなかったらダメだから、ちょっと今聞いてそこで言う諸国民って誰ですか。連合国諸国民でしょ。そう、じゃあ何なんですか。逆に聞きますけど、聞いてみると読めば読むほど、だってポツダム宣言を受諾したんでしょ。読めば読むほど諸国民の真偽に信頼というのは諸国民のはあれだね、連合国、ね、うん、連合国諸国民ってことでしょ。ナチスドイツでもなければムッソリーニイタリアでもない。だってポツダム宣言を受諾したんですよ日本は。核兵器の存在はあれ何も変えてないけども、核兵器というものがあった時代にもそれ変えてるわけだから、アメリカは持ってた、アメリカだけね、アメリカだけ持ってたでしょ、うんうん、それがあるにもかかわらず信頼してお前ら持つなって言ったわけだから、うん、結局は信頼というのは核兵器持ってるけども、いや核兵器どころか軍備持つなって言ってるわけだから、だからそこで逃げちゃったらちょっと、ご案内します。 TPP 初心者の方です。はい、どうぞ。そこ逃げちゃったらもう、いやそういう説してあるください。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、どうぞ。そういう説あるのか、それ少々あんまり聞いたことない。いやそういう説じゃなくて、そこ逃げちゃったらいやそういう言い方、今の諸国民が連合国だって説がある、説があるというよりも状況としてできたのはね、TPP は多少知ってます。ポツダム宣言の時が、それでマッカーサーが来て、 TPP は条約ですよね、貿易の GHQ が貿易だけじゃないじゃん、日本国政府はそれの言う通りだ、そういう時代に制定された憲法であることは事実で、それは事実で、金融というのはそれをアメリカの中でいわゆる草案が入ったのは GHQ の民政局と呼ばれる人たちだ、書いてるんだね。それでそういう時代、歴史的な時代背景、ポツダム宣言を出したのは、そのポツダム宣言を出したのは法律に原因が立った日本に買収を求めることができると、これが一番厳しい。4カ国の出したポツダム宣言を受諾した、日本の国を守ろうと、それで憲法を受け入れようという法律がいっぱいある、例えばそういう流れがあるわけです。そこで諸国民の公正と真理に信頼して、我らの安全と生存の人を決意した、検査しようと、あるわけですから、そういう流れで
アメリカは日本だけやったのは違反ということで賠償できる。だから日本はアメリカの緩い基準ということは諸国民というのは連合国社会一企業には緩い国になりますね。そこはちょっとだからそこのところそこのところはね、だけどもそれ以外に解釈するんだったらじゃあ諸国民って誰なんですか。それはいくらもう一つ日本歴史的なことがマッカーサーはその当時とまだ日本国民は冷戦というのがなかった。日本が思うんだったらまだ連合国みたいなんですよ。何千億っていう46年そういう賠償金を払う覚悟だったら47年にまあということはどん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 46年じゃ金持ちじゃないそういう形ですよね。アメリカみたいなその当時からまだ東西冷戦なくて連合国米ソの冷戦というのがまだ本格化してないんですよ。アメリカのような国になるっていう現状はアメリカの国がどうなってるかという研究してる連合国どんな国なんですか。その当時のそれで一番アッカーサーが非常に自由でみんなが生き生きとしたら入ってきて今アッカーサーいい感じでやってたのは企業だけで実際に99%その中でアッカーサーがどう考えてたのかこれは歴史的な歴史家の言うことですよ。歴史的な史実としては日本を誇るその当時は日本を攻めてくるような国はないからアメリカの誇領にしよういろんな歴史家が言ってますけど誇領にしようと考えてボコレオに信じようボコレオだから要するに攻めてくる国はないからボコレオにすればアメリカ絶対軍隊はいらんだろう日本を引っ越そうかしらそういう意味もあって99%そう考えれば どう解釈したって諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を維持しようお金だけじゃなくて諸国民の保険制度もやっぱりお金諸国民があるって書いてないそう解釈しようがないしそうでないというんだったらじゃあこの諸国民主義によって現在の2倍になっている平和を愛する諸国民と公正と真偽に信頼しての諸国民ならもっと具体的に言うならもう南宣言を日本に南部させたアメリカ、ソ連、中国、イギリス米中の4カ国です。フランスはその数字はところがドイツのね戦略で壊してなかったから4カ国です。でもイタリアもフランスもその頃に入った政権を取ってたでもポツダム宣言にもう受諾させたらそれ4カ国ポツダム宣言に受諾されたそうだけどもうだって日本と違ってフランスもイタリアも人民戦線が政権を握ってたから出てたけどもでも少なくともそうどう解釈したってその4カ国が中心であるかが確かでそれでね今諸国民の中心が4カ国ってことがあると認めるならばその諸国民の公正と真偽の信頼があったのはずっと生存を維持することを話したとその4カ国は全部ね核持ってるじゃないですか。保険に入るというのは日本の法律で4カ国は核保有国であるの今実際現実問題で今もうそういう中で全部に対して核廃絶決意を日本国民がね核と決意を書くということはその核を持ってる核保有国諸国民の公正と真偽に信頼しとったら核廃絶なんかできるわけないじゃないですか。そうではなくてそこは書き換えなきゃダメでしょってどういうふうに言ったら書き換えなきゃいけないかって言ったらば核は我々日本国がね諸国民と公正と真偽によって成り立つね人類社会人類そのものの社会を構築するために努力決意を固めたと要するに核が支配する社会に公正と真偽があるという前提を認めちゃったら核をなくす必要ないでしょって話になっちゃうわけです、ね要するに核を持っている諸国民というのは自国の核を想定しているわけだからアメリカ諸国もうちょもダメだから今はアメリカ当時の連合国の中心がその4つでやったと今だってその人も今の議論ですよね。でも当時は核兵器を持ってたのはアメリカだけでしょ。だから決めた時には持ってなかったわけだけども諸国民の公正と真偽に信頼しててそこの諸国民というのはできたのが今じゃないですからやっぱりそのちゃんと日付も出てたらその時の諸国には核兵器を持ってたアメリカ
なる現在じゃ今ね、お家族みんなにその4つなの父さん、お金ないけど、もう借金してるものを直そうってなるじゃん。違う、だから、現在諸国民これでも中心、中心っていうか世界の政治を握ってる中心はアメリカは変わってないんですよ。3万円台、ところが今まで1万円しか持ってるアメリカでしょ。5大国なんで拒否権持ってるんですか。3万円で、3万8000円は OK じゃない。核を持ってるから拒否権のほうが NPT 体制は、あのじゃあどう、あの共産党は何て言ってる。 NPT、あの5大国核を持つ5大国だけは、あの要するに戦勝5大国ですよ、早い話は。戦勝5大国だけは核持ってていいんだよというのが NPT 核拡散防止条約ですね。それ、ポテンションってるわけじゃないですか、じゃあ。いや、してないよ。だから、だったら、この前のブラジルの提案の、そういうね、アメリカの米は10キロ。常任じゃないところが、だから、諸国民の中に、なんでね、その中心をアメリカだとか、そういう国が中心になってる、この事実は変わってないわけですよ。諸国に今はその四大国ではないと思ってる。ないと思ってるって、それはいいと、あのあまりにも飛躍した解釈じゃないですか。全然アメリカの支配変わってないじゃないですか。日本に軍事基地あるんですよ。それとね、もっとね、もっと無視。国連の中で言うと、加盟国が当時と比べて国連加盟国が圧倒的に増えたわけでしょう。当時は諸国民に数えられなかったようなアメリカ諸国もいっぱいあるわけだし、もしそうなった場合、だけどそれは諸国民に入らない。いや、もちろんだけど、そう言ったって諸国民と言ったときに核を持っていられない、非核諸国民と書いてあれば話は別だけども、非核だとそこには書いてないじゃん。ただ諸国民と言ったときに、それは基本的にできたときは連合国諸国民というふうに書いてあるわけだから、そこが継承されてるっていう。それともう一つ言うならば、アメリカの、要するに沖縄、サンフランシスコ講和条約の時に、これはだから、ものすごく近くで、アメリカだけでも2000円になっちゃってね、バブルされてる話だけども、4000円天皇との密約があったから、5000円とかあるんじゃないかね。要するに沖縄自由に座らせたと、そのためにとにかく国際連盟、それから今、ここでやると、そういう国際社会の認識を認める、要するに憲法の上にそういう、ね、密約があると。政治と構造も変わってないわけよ。アメリカの言うことだとそれ認めるわけ。それは歴史的な事実は最近ね、証拠が出てきた。外交も知ってるから。だからね、そこでね、ここで言わなきゃいけないことは、諸国民の公正な主義に信頼してという、これはマッカーサーの時代に作って、ね、しかもまだあの冷戦がなくて、アメリカのマッカーサー自身がまだ自衛隊はいらない、要するに自衛隊って要するに国軍はいらないと、しかも法律でいいと考えて、契約なら絶対に作った憲法であるってことも事実です。たぶんね、その時に、唯一アメリカが核兵器を持っていたと、連合軍の中心はその4つだと、これは認めてきた、それは事実。だからといって、現在の憲法に諸国民と書いてあることを、その4つに限定する必要はないんじゃないか。限定しなくても、それを外すのもおかしいでしょ。そういう過程でできた憲法なんだろう。いや、そうできた時そういうそれしかない。できた時そういう意図であって、それが継承されていればそれに否定できないじゃん。いや、だからその時に比べて諸国がぐちゃぐちゃ増えたわけで、しかもそれは国連を動かす力になってきてると思うな。現在の確かに常任理事国はそれしかない。しかし、それ以外の例えば ASEAN であるとかね、その、南アメリカの政治勢力の交代であるとか、みんな俺諸国民だと思うな。それもだけども、核を持っている諸国民もの支配も厳然とした、その厳然とたるしたる支配っていうのは、要するに国連常任理事国が全て核を拒否して、要するに戦勝5大国が核を持って世界を支配する体制っていうのは、核を持たない国が農業の国連の中でも発言を持っているし、現実に経済的な支配が明らかになる。だけどね、それをもう固定的に核兵器を持っている国だけがね、全てを握っているというふうに思わない。だから諸国民の公正と真偽に信頼して、じゃあその諸国民が助けてくれるんですか。そういう諸国民が助けてくれるんですか。助けてくれると思う。どうやって助けるんですか。例えば
北朝鮮が落ちてきたときに、あ、どうやって助けてくれるの？貿易が出た、してきたために貿易が幸せを込んでる。そういうことはありえないという前提になっちゃったら政権は取れない。今まで食料で政権が取れないってことはいつまでたってもコーヒーばっか作られちゃって、この間あ、それでも売れてるわけじゃない。買う方の方で、コーヒーちょっと高いからもっと安くしてくれ。そしたらこういうのが属ではね、属では消費できないから、今度は安くなるから売れなくなっちゃって、例えば北朝鮮が攻めてくる、それを売ってじゃないと食料を得られない、攻めてくる可能性とかそういう話ではなくて、中国、今の目的リアルなら中国が日本に攻めてくる、尖閣に領有する、尖閣を領有する、その次は沖縄でしょ。沖縄に攻めてくる、攻めてくるんじゃなくて領有ですよ。沖縄を領有する中国が、それはだって人民日本どの国だろう、独立北京大学なんか、いやいや、そういう人が言う、今イギリスということが、ああいうことが現在だから実際でも実際それが自衛隊の幹部の話だと、北朝鮮がそういう人たちがいますね。やっぱそれは植民地時代のプランテーションの経営で、そういう結局なんで攻めてくるんですか。そういう部分で自衛隊はダメだとか、その北朝鮮が日本を攻めて、いや、あなたさ、なんでさ、憲法9条世界標準に出たに、あの自衛隊は、ま、僕らは自衛隊軍隊じゃないって言ってるんだよ。だから世界の国軍を自衛隊にって言ってるわけで、あなたそれにあの納得できないんだったら自衛隊を維持しようっていうのは救助国に入れないよ。北朝鮮が日本を攻めてくる理由は何ですかって。それはいや、北朝鮮を置いとこう、今言って戦力でいいよ。中国がいや、だから北朝鮮が核をミサイルちゃってた、北朝鮮が核ミサイルを撃ってくる可能性、いやいや、ノドンを撃ってくる可能性は、あの別に日本あの理由は大政奉還の時ですね。焼けっぱち、まあ、歴史と地理と大政奉還の時の焼けっぱちとかっていう、それ以外には考えられない。やるんですけど、ね、要するにもはやこれまでっていうことだ。調べたの、日本にミサイル撃つ可能性はある。だって標準が向いとるもん、ノドンミサイル。要するに過去の恨みもあるし、ミサイル、ノドンミサイルっていうのは日本の米軍基地に向けて、あの照準を合わせてるミサイルだから、300機、150から300機持ってるって言われてるノドンミサイル、もうすでに配備されてる。そうなった時に、もし北朝鮮が追い詰められた時に、あの要するにもう体制が崩壊すると見た時は焼けっぱちで完全に出てくる可能性は、もはやこれまでという、本当に体制が崩壊するというのは、そういう意味でも追い詰められた自立。だから韓国とかアメリカとか、この間の時だって、もしあそこで追い詰めてたら暴発した可能性ありますよ。もっと要するに、あの北朝鮮はあの時どういう態度が出てきたかって言ったら、要するに解決すると、全部、要するに日本の原発でもノドンミサイルで攻撃すれば日本なんて戦略できるんだって言ったところに ASEAN だとか、それはない、アメリカが韓国が攻めてくる場合、日本これも入りたい。いや、だけども韓国と、韓国じゃないんだよ、アメリカ軍が、アメリカ軍基地が日本にあるわけだから、韓国が北朝鮮を攻めていくときに日本にミサイルを撃つ、アメリカ軍が当然韓国とソ連を持ってるから、アメリカが攻めてった時で、米軍が米軍が北朝鮮に攻めていった時に日本の米軍基地とか、危険だと思う、日本の米軍基地だから。だからそれはもう当然日本の自衛隊基地もだから、死ぬギリギリまで吸い取る、どれだけその国から甘い蜜を吸い取ることがあったら、まあリアルに見たらそうですけど、アメリカの基地とか、そうだね、いや、自衛隊基地はある、まあ、自衛隊基地というか、まあ、原発もある、原発もある、あ、また日本は原発、アメリカだからあるんです。そうしたら政治的に独立はしているけど、米軍をね、また今以上にまた経済的に、いや、原発、ま、だから何十年、この間も聞いたけど、何十年のあの日米安保発出、米軍出てけと、友好条約にしろと、勉強したそれを何十年共産とは言ってて、現状が一歩でも前に進んだってことを聞いてるわけ。以上はそんなのはそうですよ。あの、すみません、もうちょっと言っていいですか。はい、あの可能性ないことを言ったので、それは結局政権につけないです。だけど原発を廃絶することはできるの。静岡県の岩田市、日米安保とか自衛隊を廃絶することは絶対できない。それは日本国民が許さない。日本国民が許さない。日本国民が許さない。こんな状況で許せるわけないもん。僕だって許さない。だけども原発破棄だったらばできるんだよ、政権につ
けば。本当知らなかった。そこのところを分からずにいつまで経ってもそういうことを言ってると共産党は政権に入ってことができないわけ。エビだったらそれを言いたいわけ。そばそのものは日本政権に入るのが別に目的じゃないから。だから目的じゃ原発を止めるには政権はあの原発を止める政権作らなかったら原発は止められませんよ。原発廃絶法を通さなきゃいけないんだから。核廃絶法、あの核発電、原発をやめようと思ったら日米原子力協定を発表して天ぷらそばは、だからここに政権を握らなきゃダメだ。賄えるかってよく天ぷらそば出てくるんですよ。政権握らない、まさにその政権握らなきゃダメだ。それを3年そんなでも政権握ってないのに原発持ってる。いやだからそれは止まってるのはだけどまた動くでしょ。なので事業の応用だからドイツは20あのキリスト教歴2022年までに原発を止めるとね、そういうね、あの法律を通してるわけ。だからちゃんと何年までにあの全部廃炉にするという法律ね。だから核発電廃絶法というものをきちんと通す政権を作らなかったら原発はなくすことはできないわけ。そのためには政権につかなきゃいかんわけ。だけども政権に就こうって言った時にもうその日米安保と自衛隊の問題を今のあのしかも共産党の解釈でやってる形でねやろうと思ったら3年後の政権には絶対に共産党は入れませんよ。あだから ましてや共産党が中心の政権が、じゃあ慌てて原発止める必要なのかよ。慌てて原発止めなきゃダメだろ。原発かって慌てなきゃダメだよ。日本は危ないんだよ。それは別に政権に入らなきゃ止まらない。政権に入らなきゃ止まるわけないじゃないか。原発廃絶、そのどこが通すんだ。自民党が通すのかよ。そんなこと言ってるから共産党見捨てられるんだよ。政権取れば確実だよ。政権取れば確実だよ。だから3年後に共産党も入る。共産党と緑の党が基軸になってみんなの党だって原発廃絶には賛成してるの。原発輸出にも反対してるの。それ TPP とかそういったのに賛成してるよ。だけども緑の党とあの共産党が基軸になるような原発廃絶政権特例政権というものをね、他のそれを政権そこだけではあの合体して作るというぐらいのことをやらないと、それだけで政権を取る、それだけで政権作るんだ。特例政権だって細川さんだって政治改革政権であの政治改革あの政治改革を要するに小選挙区をだけ政権取らない。だからいやそれと真剣だよ。だから真剣とそれだけでは政権取らない。いやでもね一番肝心なことは日米安保の問題とその自衛隊の扱いの問題と天皇制の問題なんです。そうそう政権を取る。これをクリアしない限り日本国民は選んでくれない。だからそれを そこのところ共産党がね共産党自身を変えることができるよ。今はこんだけは選んでるけどでも、まあ、それは多分譲らないと思うな。ここまで違う。いやどうするここまで共産党言われちゃうともう段階的に分かる気がして。だってあの今回のあのね僕ぐらいですごい参院選でも同じでやって15年前ぶりにあれはね会議が盛り上がって命をかけて守らなくてしかたない。これはちょっとアメリカに特別なあれで感染するだけで共産党って共産党って何でもすごい言うことはすごいんだけど、だから全部切り離すっていうのはあれですけど、まあ、ある程度それこそある種まだ日本が軍事的にだから、ね、何十年先に原発が止まればええなんていうそういう感覚無責任だよ。そんなのは3年後に止めなきゃダメでしょ。もう今キリンさんの言われたあのすごい、いや原発はいいとこだけは政権取らなきゃダメだけど、その政権に入らないやつ今の共産党では安保の問題と自衛隊の問題があるどういう形でもクリアしていないので、譲れないんだったら共産党は入れないよ。関してはちょっと、まあ、政権に入らない。だから僕らが少なくともね少なくともね伊藤さんだとか共産党のね25年の伊藤さん知ってるでしょ。伊藤さんだとかあの彼も共産党員だから。アメリカあのいつもだから球場見たりとか、やっぱりね、いや僕らが言ってるのは憲法9条世界標準にっていうのは、すべての国民を自衛隊にと言ってます。日米安保は日本の経済関係を守ってくれるからね。圧倒的に経済協定だもんね。
現実は軍事協定なんてあんな言ってだから日米安保が破棄できるね政権がね想定できるのかっていうことを言ってるのよ日米安保をなくさなければねだからそんなこと言ったって実現性があるのか原発なら実現性があるのよ原発を止める政権っていうのは俺はだってもう世論調今日米安保破棄に賛成な人って世論調査してだから罰金は 100% 俺承認それにあの賛成兵器だったらそれは賛成すると思う数パーセントだよそんなの共産党の支持者だけだまたね集団自衛権それはでもだそんなもんで政権取れるわけないじゃん集団自衛権したら喜ぶのアメリカだけど日本はどんどん巻き込まれるだから原発は止めたいということはもう6割以上7割の人がもう原発は早く止めてくれと思ってるとそれを止めるにはあの共産党も含む政権をねあの原発あの原発廃絶政権を作るしかないというそういうふうに考えてるわけ我々はねそのためにその部分で僕らが言ってるのはまずやるべきことはとにかく日米安保を廃棄できるような段階を積み上げていくことでしょということもぐらいそのためにはまずは自衛隊を国軍にすると言ってるのが今の自民党その逆をやっていこうということを言ってるわけよ世界の国軍を自衛隊にしようとそういう主張を我々ってだから憲法世界の海外救助隊だったいや世界の国軍を自衛隊に要するに専守防衛っていうのは海外で日本の自衛隊はまだ人を殺してないのだから要するに正当防衛以外では武器は使用しないこういうこと言ってるのは要するにあの日本国憲法と九条との整合性から自衛隊というのは軍隊でないというそういう解釈で作られた要するに九条との整合性で成り立つ組織として今まで作ってあの成立してきたわけだから、ね、でもそんなものは嘘だというのがあの今までの社会党とあの共産党の立場だけどもそれを我々はそれでも普通の人間普通の軍隊とは全然違うぞ、ね、要するに正当防衛以外ではあの武器を使用しない、ね、それだけでも普通の軍隊に比べればすごいこれはあの1歩も2歩も前進してるじゃないか世界の国軍が自衛隊になれば正当防衛でしか使わないんだから戦争になりようがないよねこれ集団的自衛権も否定してるわけだからそれでもやっぱ自衛隊にすればすればどうやってやるの要するにまず核廃絶を世界の国軍から核をまず使う攻撃的兵器提起を全て禁止条約で廃止していくとそこから始めていくわけよ空母だとかねだからまだその段階の第一段階は核を廃絶するでも事実上核廃絶をすれば国連の安保理安保理の要するに核を持った常任理事国 のいわゆる拒否権をでもやっぱ国連常任理事国の拒否権を僕が政権を取ってもそれをもし実現すればアメリカ当然核持ってる5大国は猛烈に抵抗するだろう。だけどもそれはさっき言ったこと核なき世界要するに非核国が圧倒的に多いわけよそれを日本とドイツが基軸になってね日本とドイツは核も要するに原発もやめるという形にすれば要するに核発電も核兵器も持ってないそういう国の政治、まあ、先進国だよねそれを同盟組んでそこを基軸に非核国を全部集めていって国連の中で勢力をそういう今 NPT がそれやってそれ比較基準それを憲法全部に掲げるわけだから日本はそれを推進するということなんだだから要するに国連の中に比較人類社会基準ね人類そのものを一つの社会と見なすようにそうそれが我々の言ってる進化論学会だけどもまあこれを説明するのちょっと難になるから今日はもちろんしないけど人類そのものが一つの社会という要するに国連というのはインターナショナルあんなに複雑な機構でありながら
で人類社会というのはヒューマンレイスソサイエティ、あくまでも人間ヒューマンレイスソサイエティ、これは我々あの辞書で調べても絶対出てこない。これは人類そのもの一つの社会、人種というもの、スピーシーズ、種というのは人という種そのものを一つの社会と考えるような思想がない。あのダーウィンが指定している。大丈夫大丈夫、もう今度は大丈夫。だから僕らは進化論学名主張しているから、種というのがオスとメスの交わる社会、要するにメイティングコミュニティ、ね、ここに原発があるとね、交配共同体っていう、これが交配する共同体、オスメスが交わる社会。じゃあ津波上げる、だから人類というのは津波ってある高さに来たら、まあ、白人も、まあ、要するにピタッとして全然動かない、ニフロイドもコーカソイドも後ろから、まあ、モンゴロイド、三大獣種というのは全て交配可能で、このモンゴロイド作れますね。一つの種ですよね、人種という交配共同体は一つの社会と考え、それを人類社会と呼ぼうというのが人類社会これは10メートル、じゃあ要するに近くの人類社会というのを国連の中でピタッと止まってそれ以上来ないかと。だから日本だとかドイツも当然近くの常任理事国に加えろと海面が上がって要求もしてる。で、後ろから押してきたら常任理事国ぶわーっと上がるわけ。今常任理事国っていうのは全部核を持った戦争を答えと湾があって逃げればいい。これも事実でしょ、ずっと逃げるだったら10メートル、それを要するに逃げなくて止めるとぶわーっと乗り越える。だからあなたはさ登ってくる、どうでもいいことじゃない。もっと非同盟諸国とか、ね、アフリカ、それを憲法全文に書くということは日本国の決意としてやることじゃない。中国人がアホだ、例えばこれからの感じだと浜岡で、浜岡アフリカの非同盟諸国会とか、だから全文審議に賛成じゃなかったの。核廃絶を全国全文に入れるということは核をなくすということを日本国の国家決意としてやるということです。一番強烈な形で核廃絶を主張するという、私はすごい喧嘩してるから分かりにくいけど、いやだけどそういうことでしょ、全文審議に賛成したというのは。そういうことでしょ。それはね、俺ね、そこで賛同した。俺逆に分かんない、核廃絶、自民党の時代で自民党が言ったから、それをどういうステップでやるのかっていうのは、ちょっと全部 100% 受け入れるか、目指すべき方向っていうのと、それはね、だったら脱原発、それと俺もね、憲法の法律論の区別がつかないから、活動としてる自民党、目指すべき方向としては憲法に明記するのか、憲法に明記するのか、憲法に、じゃあ、そうじゃない、憲法に明記するのが一番強烈に世界に訴える想定あるのか分かりません。憲法を受け入れなければできないのかと言われると、法律論的には、はい、スイカ食べて議論を冷やしましょう。あ、だから憲法全文にそれを書くというのは一番強烈に世界に訴える方法であるということ、それと今まではそれはアメリカ製の憲法じゃないか、日本国民、要するに占領時代が終わっても国民投票一回もやってない憲法であることも事実、そうでしょ。だけどもそれを正式な国民投票も経て、それをね、あの全文神経核廃絶を入れたからね、その新しいその世界、核アメリカしか核持ってない時代じゃなくて、今の世界状況に合わせた世界の核をなくしていくんだという、そういう全文を入れると、そういう形にあの全文を書き換えるというのは、それは国民投票、今の国民投票法では最低投票率が入ってないし、もちろんそういうこともやっていくわけだけども、今言ってるのは全文神経に関するその理解を得たということが一つ大きな、これは要するに全文神経であれ、これは会見なんだから、これだらし、ね、だらしなくなって、そこのところが今まで の共産党とは以降日本も出てるって話になるわけだからね、今度の自分自身が34日のそことか詰めとかなきゃいけないから今だよって意味で、僕らが目指してるのは世界の国民を自衛隊に、これは核廃絶から始まる。でも僕そこは全然あの理解してないけど、この考えを自由にするために、だから僕らが歌ってるわけ、それを、ね、それは憲法9条を世界標準に、何のために締めるかっていうとこだったんですね。だから憲法9条を世界標準にということは、要するに一遍に兵器も全部捨てるようなってことはできない。僕は締めなくても自分でコントロールはできるような、攻撃的兵器からなくしていこう、それもいい、だから切り替えできるから、ね、だから核廃絶はとりあえずあの、まあ、だから憲法9条を世界標準、これはだからまずはだから
ら自衛隊は少なくとも核を持ってないし、攻撃的兵器も持ってない。だからまずは世界の国軍を自衛隊化して、それから自衛隊みたいな軍隊もなくしていって、だから今まではその辺浅いので、だから段階がね、これが段階が、今までは軍隊をいきなりなくせだったよ。物の考え、今までの考え方は自衛隊だけども、自衛隊というのは軍隊と、特に若いからこそ、まあ、災害救助隊、最初はこの中華圏だわ。 ありがとうございます。軍隊最初は自分の思ったことになってて、やっぱ軍隊いろんな人の話を聞いて、いきなり災害救助隊だったら世界も納得しないし、日本国民も納得しない。自民党には入れてしまいましたけど、まずは軍隊を自衛隊、どうしても世界はみんな自衛隊でもないなので、ですらないわけだから、まあ、それで入れてしまったのはやっぱ僕の学びが浅い。世界の軍隊を自衛隊にしようという、それは核廃絶はその第一歩だ。でもその第一歩がむちゃくちゃ大きいんだ。だから世界の自衛国軍を自衛隊にしようということは、核廃絶より要するに軍も持っちゃいかんという話になってくるわけだから、いろんな人の、だから必ずは核廃絶だから、核兵器を持って廃絶だから、世界の国軍を自衛隊にするということは、核廃絶以上に賛成しなきゃおかしいじゃない。緑の党はどう思った？緑の党はですね、世界の日本国のことだけ言ってない、世界の国軍を自衛隊にってくるんだ。ネットで調べれば、そうでしょ、出てくるでしょ、はい、核廃絶しようっていうよりもっといっぱい、あんまり興味なかった。だって核だけじゃないよ、自衛隊になろうと思ったら空母もなくさなきゃいけない、まだ攻撃的兵器全部なくさなきゃいけない、まだもっとこう煮詰まったところみたいなと、あるいはあの運用にしたって、まだこれ、まだから世界の国軍を自衛隊にするという、世界の国軍と自衛隊の差があるんですよ。で、世界の国軍を自衛隊並みにしようと言ってることに対しては反対はできないはずでしょ。前進させるんだから、全く白紙状態、日本だけが丸腰にいきなりなるってことはできないよということもあるんだけども、これから期待です。世界憲法全体に世界の国軍を自衛隊にしようということに反対する理由はないです。公約としては、だって核廃絶をすることには賛成してるわけでしょ。だったらば世界の国軍から核をなくすってことじゃない。それはまずは一番攻撃的な兵器である核をなくす、それは第一歩だ。いや、自衛隊にするということはさらに攻撃的兵器をなくす、今の自衛隊を肯定してるとなっちゃう。今の自衛隊を肯定してるんじゃなくて、今の自衛隊を過渡的段階だと位置づけてるだけですよ。EU 何議席あったの？多分20議席くらい。だから過渡的な段階として肯定するとか。閉めますからスイカを食べちゃう。ああ、そうかそうか。もう協力しない。だから過渡的な段階は必要でしょ。世界の国軍も自衛隊の段階まで引き下げることが大事でしょ。それを認めるか認めないか、それで日本の自衛隊はそれがそういう方法がいいのか、だからそこのところでまだちょっとギャップ、成長成長言ってそれが悪い。だから世界の国軍を自衛隊にするという、外国には環境がないと日本は先制攻撃がしないという国はほとんど世界中にある。環境が悪くて滅びちゃうでしょ。でも自衛隊と呼んでる国はないでしょ。じゃあ日本は名前を自衛隊と呼んでるだけで、こんな世界の軍隊、だからもういわゆるあの要するに正当防衛という、だから正当防衛というね、武器の使用を正当防衛で規定しているのは日本ぐらいのもんですよ。だから自衛隊ってことなんです。だから正当防衛以外ではあの武器使えないんですよ。世界にもある農具だけはね、どこ海外に行ってない国、だからどこ、いや、そ海外に行ってない国、日本みたいに海外に派兵していない国はどこなんですか。日本、まあ、PKO のコントロール、PKO は必要なものもあるでしょ、それは。金儲けを取るか環境を取るかとか、だから基本的にそこのところではまだギャップはあるけども、とりあえず核廃絶を憲法全文に乗っけるということでは合意したと。で、憲法全文ね、金儲けのためにしかも今年締め込まないと8月30日の次、いや、そこはどうだこうだってなったら、どこまでは合意しとってどこまでは合意してないのかって話になるから、方向としてはいいと思うけど、ごめん、その議論に人たちに入るかっていうのは考え方は一緒だよね。緑の党はだからまだまだ基本的には、緑の党はやっぱりドイツの緑の党のイメージでそのまま受けりゃいいですよ。じゃあ憲法論なのか法律論なのか、
いや憲法律では全然世界に対するメッセージにならないの。憲法じゃないの。日本という国は核廃絶をの決意をね、宣言する憲法をもっとなりゃ、これはそれは世界に対してそれは怒ることができる。だけども法律ぐらいでは全然その世界に対して怒れないよ。いやだって今の憲法9条を世界に普及するとはかなり、それを憲法に全部に全部に書かなきゃ意味ないよね。全部ってのは方向性を書かなきゃいけない。全部ってのはだって全部ってのはだって方向性だもん。国の国の方向性全般を言ったら、そう全文と法九条の関係は全文にやきゃいけない。安いな。だけど困難は儲ける手段にやってるからね。だから現地の生活とか全部法律論の話だからよく分かんないけど、全文でなきゃダメ。全文でなきゃいいんだよ。全文でなきゃいけないですよ。どうして全文でなきゃいけない。全文はだってアメリカでいら独立宣言みたいなもんじゃん。大企業の儲けのために生活を破壊してるんだからね。九条でだからダメなの。九条は条文でしょ。それで TV 分かってくれたら非常に助かります。九条は全部ってのは諸国民に戻るんですよ。だ諸国民っていうこともすごい入ってくるわけですよ。だそこのとこまではまだ詰められてないってことは分かったけど、だけども憲法全部に肩入ってもっと諸国民に全世界の期待するっていうのは、だけどもそれは解釈会見だよ。逆に言うならあの当時はそんな意図で作らない時に、それを今解釈会見した世界がもう変わってる。解釈会見した憲法変わってる。だけども今のそれ逆に今の過去を持っている状況に対して憲法の全部を作り直すというのは、それは真剣の考え方実績があるから。それを何だか日本国民の国を信じて憲法改正なんていけないものを管理して全部を作って諸国に今の諸国が入らない共産党さんとか、だからあの当時は少なくともあの国家側から言えば、あの諸国民とはレベルで諸国民と今はそれを解釈解釈しちゃったのか。解釈しちゃったの日本国民の頂点に立てるわけじゃないんだよ。自民党だってそうなって、そういう意図で作ってることは確かだよ。極右ってだけだよね。今のままっていうのはほとんどの政府は共産党だけが違う。段階的消滅だよね。放出どうするかっていうのと決まってないけど、とりあえず何も言ってないということで今のままでいいってこと。私は結構攻めてくるとすれば、だって日本の歴史だもん。歴史だから、それをこうどんどんこう、まあ、その中でもなんかそういうことがあったというのはあった。逆の宣伝に使うわけよ。自民党なんかはね、共産党になるとこいつならなくなる人が言うと、みんなが女から言ったんで、まあ、事実そういうとこあるんですけど、まあ、でも正直言って、まあ、正直この何でしょうね、僕はそんなに長く自分の調子があるんですけども、正直言って私の文化とか伝統とかっていうものに対する考え方っていうのは忖度はさせたいけれども、人間の伝統文化とかと手をつけてどうこうしようっていうのが、それこそ乾杯です。みんなに乾杯です。伝統文化が大きくなるのも小さくなるのも、それは伝統そのもののその何でしょう、寿命とか言い方であって、人工的に結構やるね。中国を止められる。人間がどうこうしようっていうのは右も左もどの程度もおこがましいとは正直思う。止められるか。ああ、それでやったらその意見だけ、その話だけでもね、伝統とかめちゃくちゃ広くなる。これするからってやめる。わかる。こういうことを意識する若い人はいいですね。伝統とか。国際問題として大事にしたい。大事にしたい。大事守るっていう意味じゃなくて、いわゆる無視して何でもなくてみんなとは考えてない。今ある伝統も僕は。だから起きないなって言ったらのはあります。これがこうだからとりあえず。いやー、どうでしょうね。その伝統がないと思っている人たちが、じゃあ明日はね。それっていうのは明日やって。
もいいと思うんですけども、僕さ、歌舞伎と関係ない家の一番近くで歌舞伎役者とか関係ない私が歌舞伎とかに対してこれはこうするべきだっていうのは全く違うなと思う。でもね、これ何？マイク。あ、そうなの？本当？見てもらうだけでやっぱお金取られてるし、じゃあ手術しましょうって言ってたくさんお金取られるんじゃ、本当に食の輸入とかどうこう以前にお店が潰れてしまいますし、その一個をやらかしちゃって。でも今関税だとかそういう TPP 入ってないからうちの家業も守られていますし、それこそお医者様にかかった時にこの国民保険の制度で何でしょう、ね、助かったっていうのがあったので TPP は絶対に、はい、反対なんです。そこででも自民党は TPP 賛成に、はいはい、なっちゃったから悩ましいわけですね。そうね、そこの矛盾、自分のその結局信頼僕はしてしまうので自民党に、正直僕は共産党さんとか社民党さんの言ってること、ここはその通りだなって思うところいろいろあるので、やっぱここは ここの政党こういうところがいいところがある、でもここの政党こういうところがあるっていろんなところにやっぱいいところがあるなとかで、なんでしょうね、考えてしまって、やっぱ今回初めての選挙どこに入れるべきかっていうのをその悩みいます。なるほど。自民党は、まあ、伝統を日本の伝統を守ろうとか皇室を守ろうとかしてるようだけど、その TPP に賛成しているところはその日本 その主権を脅かす、一体そこで本当は何って思ったりしないですかね。だからどう実際日本をまあ国益のためにって言ってる割には一番アメリカ寄りだしで言っててでも憲法論議になると急にアメリカがなんかアメリカから押し付けられたっていうような言い方をしてアメリカを悪者にするけど、普段は最もアメリカ寄りなわけじゃないですか。で最も国益に反してることをするじゃないですか。オスプレイをだって本土の上を通らせることだってするわけだし、だそこって本当に結局国益とか日本一番国粋主義的なことを言ってる割には最もアメリカに追随していて国益を損なっているじゃないかって思いません？私は自民党の本質はそこだと思う。僕もまあ、本当に勝手な考え方ですけど、アメリカとか中国だと大きな国に頼らない強い
日本を作ってくれるのはどこだろうというのは本当に、うん、強いに日本が力を持って強い日本っていうのを、うん、だって欲しいと思ってるんだけど、で自民党に関してはやっぱりアメリカが強いています。そう、あの強い日本を作りたいかもしれないけども、その時に日本が軍事力を持って強くするっていうことになると、その軍事力って今自民党が軍事力を強くしようって言ってるけど、それはイコールアメリカとのその安保条約を結んでいるアメリカと共同して強くなろうとしてるわけであって、その自衛隊がアメリカの軍隊にほぼ組み込まれるような形を取ろうとしてるわけであって、アメリカと独立どころかますますアメリカの言いなりになる、いいように使われる軍隊になってしまうということでしょう。だから日本対等に日本がアメリカから独立した強い国になろうとしているわけじゃないし、でそれでその議論の時に必ず利用されるのが尖閣諸島の問題とか、その中国にやられたらどうする、韓国に乗っ取られたらどうするか、北朝鮮の、ミサイルが飛んできたらどうするっていうことを刺激、日本人の心をすごく刺激して、でもオスプレイが上空を飛んでね、横浜とか神奈川の首都圏の上空を飛んでいいのかっていうことは絶対言わないわけじゃないですか。でそこがものすごい矛盾で、一番外国にその基地とか軍事的に渡しているのは自民党がアメリカにその主権を渡している、それを刺激するために中国や韓国や北朝鮮を持ち出している、ものすごいだから反国民の国益に反することだと私は確信ましてますね。だから本当に強い日本というのは、日本はもうその軍事的に強くな、私は日本は軍事的に強くなるのでは、どうすれば強くなる、もうやっぱり殺してもいいから強くなる、外交的にですよ、それは外交ね、そうです、そうじゃないとできないですよ。でなんでアメリカ強いんだろう、核兵器持ってるからじゃないの、うん、じゃあそのアメリカの核のもとに守ってもらおうというのが安保条約 でそのために日米地位協定もあり、でみんなにとって核なんか関係ないと、核なんか関係なく堂々と主張すればいいんだと分かってくれるんだと、そうですよ、ね、ですから、そうです、だから尖閣諸島とか、それすごく甘い考え方で言う人もいるんだけど、いやそれこそ今軍事を強くするということはアメリカにもっと組み込まれたいということで、軍事じゃなくてもいいんだと、強く主張すればいいんだということやね、うん、僕もそうそれだと思ってるけど、軍事なんてどんだけ言ったってさ、アメリカの上に行くなんてことは無理だから、無理です、でますますアメリカと組み込まれようということだから、間違ってもロシアと一緒になんでもならないし、韓国と一緒になんでもならない、やっぱりアメリカとの組み込まれ、そのアメリカの恫喝っていうのは影に隠れて見えないんだけど、みんなそれでやられてるから、そうなんです、自民党だってさ保守っていうぐらいだから、アメリカとは違う一線をやろうと思ったってこの前だってガンやられたじゃん、自民党の中でもちょっとそのアメリカに反対のことを言う人は大体殺されてますよね、自殺という名前で殺されてますよね、そのものすごい恐ろしい陰謀にあってる CIA か CIA です、それ言い出したら怖いから、あの緑のお父さんは憲法9条っていうのはどういう、憲法9条は守ります、守ります、うん、憲法9条はもう三宅洋平は世界遺産って言ってるけど大賛成だよ、もう素晴らしい、パーフェクト保存がね、はい、冷凍保存が、はい、これは憲法9条ね、だからアメリカはねしまったと思ってると思うよ、憲法こんな憲法を日本に作ってしまってしまったと思って、次の瞬間にもうそれを骨抜きするために自衛隊ということをものを作った、ね、そうだから、いやこんな大間違いをしてしまったと思ってると思う、でもそれはアメリカの言いなりになったんじゃなくて、ワイマール憲法を元にして世界一その平和な憲法を作った、有事の時はじゃあどう、有事って何、具体的に考えて誰に対してどんな有事なんですか、いやそれはもうそれいろいろありますけど、簡単に言うと海戦です、海戦、誰と戦争するの、だからちょっと前は冷戦ということでソ連対アメリカっていうのがあって、でそれもソ連も潰れたし、まあ、今度何、イラン中心冷戦、だから例えばイスラム、ごく普通に考えると尖閣が私のもんだって中国が言ってるわけだね、うん、でやっぱり来るのは前線で守ってるのはとりあえず今は海上保安庁なんだけど、それが自衛隊がもし守ったとしたら
向こうも来るわけ。やっぱり一触即発という事態があるわけ、うん、それは命を守らなあかんから、自衛隊は自分の国 の、 まず隊員を守らなあかんし、取られていかんというと国土を守ろうとする気持ちはあるわけね。ところが中国のがもしやっぱり軍事力強いじゃん、バンバン攻めてきてもう戦争になって来たら最後は中国がお前核兵器撃つぞってなるわけだ。撃つぞってなった時にじゃあごめんなさいどうぞ持っててくださいって言えるかっていうもんで、だからそれはいいじゃないですか。今もう自衛隊あるから、まあ、海上保安庁があって、でそれでいいんじゃない。じゃあそういう問題があるから憲法9条を改正して、自民党の言うより9条今のままでもいいけども、うん、今のままでいいじゃないですか。じゃあいいけども、それでも起きたら尖閣でそういった時にそれでも起きたらどうするっていうことを、そうやって自民党が刺激して刺激して、だから集団的自衛権を認めようということになるわけじゃないですか。もうそうなったたらればですけど、もしそうなった緑の党さんがもし第一党与党とか、まあ、そういう政権を持った時はどうやって対処するのか、ちょっと僕は、それは外交、やっぱり外交ですよね、うん、中国が尖閣を実行するのは緑を切っても 外交ですか。じゃあどうするの。そしたらじゃあ中国に攻めていくに質問されると、だから外交だって言ってるじゃん、外交の対話だって言ってるじゃん。もうちょっと具体的に、例えば中国がどうしても来て、ね、止めれんかって、もう人が死ぬぐらいだったら自衛隊引いちゃった、ね、いやいやいや、だから海上保安庁今の状態で、いやいや、まあ、いや海上保安庁で海上保安庁があって、では対処できない場合があるじゃん、向こうがもし軍艦が、じゃあ今のままだったら自衛隊です。それは自衛隊でやればいい。今度自衛隊が来るでしょ、前面に向こうがやっぱり戦艦持って出してきたら、うんうん、それで威嚇射撃が始まるわけよ、ボン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 ってね。でその時に艦にも撃つこともあるわけ。それ威嚇が間違って撃ったらこっちも撃ち返さなきゃということがもしあったとしたら、それも外交で済むかという問題があるわけよね。いや、それはその局面は、うん、それは自衛隊が防御なんですか、専守防衛でやっていかなきゃいけないと思うよ。ただ向こうが撃たれたら、それは撃ってくれば、それは国際的な問題になるから、国連の議題になってくるでしょ、向こうが先に撃ってくる。まあ、もちろん撃ってくる。でもその前に、もうそれと、いや、それと同時に、その尖閣とかあの辺の一帯を、その、モラトリアム地域として、そういう地域で話し合いをしようということは、どっちの国でもないよって言ったよね。そう、ただ問題はそこが漁場であるとか、資源がある、漁場であるとか、多分石油があるのかもしれないね。その資源があるから、その取り合いをやってるわけでしょ。そこをその両方が平和的に利用できるトークを、まあ、始めなあかんね。まあ、いいわ、それは始めなあかん。ちょっと待って、始めなあかんのに、そこで石原がやるようにね、上陸してそれを向こうを刺激するようなことをするとか、こっちの安倍がやるようにやったように、違うか、野田がやったように、その刺激するようなことをするっていうのは、それって全く得策じゃない。そうです、うん、そのとおりです。だから野田がやったとか石原がやったのはもう刺激しただけの話で、で自民党がますます改憲の議論をやりやすくしただけの話で、実はその前はずっと穏やかに来とったわけね。そう、だから棚上げにするのが一番賢いわけですよ。棚上げ&さらに言えば、そこをそのモラトリアム地域にするっていうのが一番賢い。永遠棚上げでよかったんだ。そう、例えば今から10年前に戻したらそのままでいいんだよ、うん、そうでしょ。あの時も争いはなかったよね。で一応実効支配は日本がしてたんだよ、うん、それを国有化するということを変なことやるもんで、国有化って、まあ国有地にしただけの話だけど、日本中国にしてみればね、日本固有のって言うけど、向こうは向こうで、向こう固有のっていう歴史があるのよ。何年遡ったらどこが固有かって言ったら、もうそれは全然ね、もうだからね、歴史遡り方によって違うから、どっちの固有っていうのは実はお互い分からないんです。だからそこで刺激して、争いはしない、そう、武力では絶対解決しないって憲法になっとるじゃん。そう、外交だよ ねでしょ、世界一の憲法だよねこれ、うん、そうだから、そうなんですよね。でも自衛隊は欲しいわけだから、僕はその辺は変えたい。自衛隊はまあだから今あるのは、だから今ここまでこうなっちゃってる時に丸腰かって、そういう議論されたらそれは丸腰にいかんよ。もうこうなっちゃってるもん、だって国有化とか刺激しまくってるわけじゃん、お互いに。いやいや、こうならなくても自衛隊はいるんじゃない。自衛隊はいる、やっぱり向こうが領海侵犯を しそうな。でもそれは日本の国民を守るためには、日本の国民を守るんだけど、アメリカのその
爆撃機はどんどん日本の上空を飛んどるけどね。それは本当主権、それはいいんですかっていう、ね、それはみんなコロッと忘れとるけども、それは日米安保条約のもと。あ、ごめんなさい、やかましいけど、日米安保条約のもとだからみんな。IWJ 愛知3チャンネルをご覧の皆様、2013年8月2日22時58分です。第13回名古屋ちゃぶ台ミーティングあと金山駅南口帰ってきたちゃぶ台ということで今日も行われました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう第13回ですね。もう13回なんですね。よくやってるなと思います。はい、帰ってきたチャブライということで、まあ、毎週やってるんですけど帰ってきたっておかしいんですけど、あの選挙騒ぎとかで、まあ、本来のチャブライじゃない感じになってたので、まあ、今回はちょっと帰ってきたチャブライと言ってみたんですけどあんまり変わりませんね。言ってみただけです。まあでもね、その選挙の話題もあり TPP の話題もあり、はい、一通り話題になってましたね。なんか毎回常連の人が来てくれて盛り上がっていて、で今日はビッグゲストも来てですね、わざわざパレスチナからこのチャブ台に参加するためにというのは嘘なんですけども、たまたま名古屋に来てて、で名古屋の活動家と話したい、名古屋ですか、日本のね、いろんなことやってる人、市民活動やってる人と話したいということでわざわざ来てくれて、これもなんかパレスチナの方にもらったカフェという向こうの民族衣装ですから、はい、で、まあ、結構楽しく話をしていて、なかなか楽しかったと思います。あの向こうではなんか寺院の前とかで集まって若者が集まってそういう政治談義をしているのを行政が排除してみたいな話があったみたいなんですけど、意外とみんな夜することないのか、そういうことをするしがちなんですよ。で、なんかなんでこんなことやってるんですかとか聞かれると、いや実は日本だとあのこういうことを話す場所が最近ないのでって話をしたら、あ、そうなんですかってちょっと驚いたので、向こうはそれなりにあるので、はい、日本は居酒屋とかでもね、チェーン店ばっかりですから、行くたびに店員違うとかそういうのもあるので店の人とも知り合いになれないみたいなのがあるんですけど、ここはなんかそういうのでちょっとツイッター見て初めて来た人ですね。でなんかだいぶ話をして、まだいますね。あのまだ話してますけどなんか楽しかったので、なんかそういう場所として最近定着してきたようです。はい、なんかこう政治に興味があるんだけど、ちょっと今日は行かなきゃいけないけど、あ、そうそう、ね、結構若い人で向こうから顔出してきて、何の話してるんですかって言ったら、いろんなことですって言ったら、政治を話さないんですかとか、若い人なんですよ。僕精神興味あるんですけど今日行かなきゃいけないんですけどまた来ますとかいう人がいて、あ、こんな若い人いるんだっていう、なかなか面白いな、いい国だなとは思っています。市民運動とかやってると一般市民がその政治に興味がないっていうふうに思いがちなんですけど、こういうことをやって本当に一般人を捕まえて話すと意外とみんな興味があるんだなっていうことが分かってきます。多分そのいわゆる社会活動とか市民活動やってることがちょっとずれていて、そういった人たちうまくつながってないだけなんじゃないかなっていうのは続けてきて思いました。意外と皆さん興味があります。選挙に行くかつは行かない人も多いんですけど、ただつながってないだけでみんなチェックはしてる感じがあるので、そういった人たちと一緒になんかね話することができるようになってきたのはいいかなと思います。やっぱり興味はあるんだけどなかなかそういう政治の話をする相手が近くに周りにないというケースがあるんでしょうね。そうなんですよ。だからそういう場所として機能し始めているので非常に面白いと思います。
ってきました。最近なんか常連の他のよく出店してる人たちにまあ何ですか知り合いになってきて普通に声をかけられる感じになってきたので、もう何ですかここの住人だと認知されているようです、はい、今日は何が食い物あんのさんざん聞かれてそういう場所になりつつあります、はいはいはい、で来週もやる羽目になっていますので、また引き続き続けて、来週もここ、うん、ここですね。そうです、はいはい、またやりますのでぜひよろしくお願いします。今日はなんかいろんなものをもらってしまって、なんかこのリアカーをもらってしまってですね、仕方なく原付につけてる、あのつける道具はなくてリアカーだけもらったんです。わざと持ってきてるって言いました。実は旗迷惑なんじゃないか、そういう話も果たしてこれでうちに帰れるのか、そういう状態になっておりますはい、だんだんなんか敵屋さんみたいになってきましたけどあの装備が増えていくんですね、はい、そういう感じです。今日はスイカの差し入れもありました。 ありがたいですね。そんな感じでまた来週も、また来週もやる予定です。はい、なんか毎週何やってんだろうなと思う時があるんですけど、確実に毎回違う人が来ているので、これやめられないっていうのはこれは本当にそう思います。はい、ですから、まあ、続けることでね、話ができなかった人と話ができるようになってきてますので、これはいい流れだなと思って、で、まあ、最近なんか効率化してきて運び込むのもそんなに苦じゃなくなってきたのでずっと金を潰れるのちょっとしんどいよね。誰か時々変わってくれないかなとはそう思うんですけど、店もあるんでねそうもいかないっていうのはあるんですけど、まあまあまだまだ続けますので、できればこの茶舞台で集まった仲間の中から今度そのデモとかね、いろんなアクションが起こせたらなとは思っております。今では有志の数名でバーってやっちゃったんですけど、やっぱり集まったみんなでやるというのは意外とやってないので、そういうのはどんな形でもですね、それはデモとかどっかの養成活動とか何でもいいんですけど、できたらなというふうには思っております、はい、またそれが野望ですから。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にありがとうございます。またよろしくお願いします8月2日時刻は23時04分になっております。22時を回るとそろそろ片付けようかという声が出るのですが、結局気がつけば23時という状態になっております。まだ画面左の方では話が結構白熱した話が盛り上がっておりますね。本当に時間を忘れて、ちゃぶ台を囲んで、ちゃぶ台が片付けられた後も立ちながら話を続けている状態です。第13回ちゃぶ台ミーティング行われました金山駅南口です。だいぶストリートミュージシャンの方も減りましてと言いながら、まだまだ、人がいろいろ入れ替わったりして、さまざまな方が歌を歌い、そしてまた自転車に乗ってアクロバット的なことをしている人もいつつ、金山駅の南口は今日も老けていっております。まだまだ話も尽きないようですが、配信はここで終わりたいと思います。
ー